皆さんこんばんは。日本よ今討論討論討論2015、今日は慰安婦、南京、中国謀略戦の真実といった形で、討論を行いたいと思います。もうこの討論もですね、第397回目という形でもうじき400回になるということで、本当に皆さんのおかげでたくさんの人に見ていただいていると、まあ本当にあの政府関係者も、特にこの番組はよく見ていただくというのをもう閣僚クラスの人たちからもあのお聞きしております。そういう意味では、我々も責任とですね、そういう意味での、大事さですね、本当のことをここで伝える番組だということで皆さんから支持をいただいております。本当に心から御礼を申し上げたいと思いますけれども、今日もですね、まあとにかく日本はスパイ天国と言われるような、謀略戦の、まあ、餌食になってきたということで、慰安婦の問題が取り上げられ、朝日新聞が一応ですね、部分的な訂正と謝罪をした。しかし全然体質は変わってない。そして今中国は、この間の、ね、大高さんとの月曜日の段階で言ったんですけど、アメリカにアイリスちゃん記念公園みたいなね、とんでもない公園を作ろうと、まあ、これ慰安婦像と同じですね、そういうパターンで やろうとしている。こういうものが続いています。だから謀略情報戦というのが本当に今、世界各地で展開されているという中で、今日はですね、この、まあ、一種の慰安婦南京、こういった典型的な謀略、歴史捏造、こういうものに対して、皆さんでちょっと議論をして、明らかにしていきたいということで、皆さんをお呼びさせ、しました。今日はよろしくお願いします。それでは早速ご出演の皆さんをご紹介します。拓殖大学客員教授の藤岡信一さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして近現代史研究家荒健一さんです。よろしくお願いします。そしてジャーナリストの水間雅則さん、よろしくお願いします。そして評論家の西村光雄さん、どうもよろしくお願いします。そしてジャーナリストで元産経新聞社月刊正論編集長、上島義郎さんです。よろしくお願いします。そして月刊中国編集長、明華さんです。明華です。よろしくお願いします。そしてジャーナリストの大高美希さんです。こんばんは。どうぞ。はい。ということで、もうそれぞれ皆さんこういう問題について本を書いたり、いろいろな場所で発言なさったり、しているわけでございますけれども、まず、このね、今言ったような、これは単なる中国だけの謀略戦というふうにも言えないと思います。さまざまにですね、いわゆる東京裁判含めて GHQ が始めた、まあ、一種の謀略宣伝戦、そういうものが今日本をもう覆っているし、世界中をねこのような形になっております。戦後70年、抗日戦争記念なんとかとかですね、いろいろ中国も始めております。先日はメルケル首相が来て、まあ、いろんな歴史の問題、ドイツと日本の問題も発言しました。そういう中で今皆さんこの問題、今の現在ですね、こういった、まあ、いわゆる GHQ 士官というか東京裁判士官を含めてですね、どんな状況にあるか、あるいはどんな問題意識を持っておられるか、それをまず一言ずつですねいただいてから、いろんな議論をしてみたいと思います。まずじゃあ藤岡先生からよろしくお願いします。はい。慰安婦の問題はですね、昨年大きな展開を見せたわけですね。でそれは何といっても朝日新聞が落城したという意味は、吉田誠二という、まあ、希代の沢氏の証言に全面的に依拠して慰安婦問題を作ってきたわけですけどね、朝日新聞が。でそれが間違いだったと、要するに虚偽だったということを断定して、記事を撤回したという出来事があったわけです。でこれに象徴されるように慰安婦問題は少なくとも日本国内では追撃戦に入っていると、まあ、仕上げをしていく段階であると。で、河野談話が正式に破棄されればそれは一つの、まあ、完成形ですね、頂点に行くと思うんですけども。でしかし世界的にはやはり、まあ、非常に不利な状況にあるの でアメリカがですね主戦場であるというふうに思います。でそのアメリカを主戦場にした戦いが、まあ、やっと今書についたという状況なんですね。それでそのいわば端的に示す出来事がこの3月の10日に国連のニューヨークの国連本部でですね、
あの女性の知事に関する、まあ、委員会というの、が開かれまして、それに合わせて実は昨年ジュネーブに調査団という形で、まあ、私の仲間が出かけたんですけど、まあ、今度はニューヨークにですね集結して、そして記者会見やイベントやあるいはパネルの展示などをですね、まあ、やるというそういう行動をしました。それで、まあ、それに合わせて日本の国内でもですね、国内といいますかアメリカに対して発信するということを今模索しておりまして、でそのことについてはさらに詳しく後ほどお話したいと思うんですが、まあ、こういう慰安婦の問題がいよいよ山場に差し掛かっていると。でもう一つの南京の問題について言いますと、昨年週刊誌でですね、週刊文春と週刊金曜日で、もう私と本田勝一氏が論争するというような形になりまして、でまあ、これは一つの前哨戦で、まあ、本田勝一という人 の、まあまあ、正体が非常によく分かったんですけど、まあ、それは後ほどまたお話の、する機会があるかと思いますが、今年はですねまだ本格的にその声が聞こえてきておりませんけれども、まあ、これからいずれ問題になってきますので、まあ、気を引き締めて、やっていかなきゃいけないなというふうに思っているところでございます。はい、ありがとうございます。では原さんお願いします。はい、去年はですね、まあ、慰安婦と南京は同じようにこれはもう情報の戦いだって私は思ってます。それでただそのことは今までいろんな研究家とかこういう番組をご覧になっている方は大体気がついてたんですけど、その去年の秋の朝日新聞がですね慰安婦の記事を誤報だということを認めたことによってですね、一般の国民まで広がったんじゃないかなと思います。ですから情報戦がすごく貴重だということですね。それで、まあ、今日はその慰安婦と南京の2つのテーマがあるんですけど、とりあえずその慰安婦問題の方がですね日本としてははっきりさせやすいと思います。というのはこれがあまりアメリカが絡んでないというか、南京だとですね東京裁判でアメリカの宣教師なんかがその出廷したということもあって、あとアメリカがその東京裁判のリーダーシップを握ってたということがあってですね、そう簡単にアメリカがですね南京事件でですね一歩後退するようなことはないと考えます。ただ慰安婦に関してはですね、そういうところまで深くアメリカが関与してなかったんで、とりあえずその慰安婦問題をですね徹底的に、日本が問題点をえぐり出してですね、それでアメリカまで認めさせるということが必要なんじゃないかな、今そんなふうに思ってます。なるほど、はい、ありがとうございます。では、水間さんお願いします。この外交問題になっている、はい、その歴史認識、はい、それに関しては言論人がいくらやってもきりつかないと思うんですよね。で今まで自分の体験からいくと、池平記も国会で国会議員と連携して、で NHK の放送は使えなかったんですけどね。で今回1969年の地図も原田義明先生が予算委員会で、ところが放送予定あったのがバチッと突然なくなるんですよね、 NHK は。いい質問だったんだよね。だからそうそう、どういうことかと、それで NHK の広報 の部長に聞いたら、最終的な放送するかしないかは国会じゃなくて NHK が権限あるんですって。って言うんだよね。うん、それで全閣僚 出席の、を、ね、カットして、それで安倍さんたちが責められる、お金に関してはダラ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 放送してたわけですよね。だから要するに淡々と放送してても情報戦は国内で行われてる。それで海外に情報戦を打ち勝つためには国際司法裁判所に証拠として提出して採用されるぐらいの一次資料、それですよ。これが証拠、あんたたち証拠あるのって言ったら、実際我々はかなりの証拠をどん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 見つけてるから、証拠主義でいけば絶対勝てますよ。いや、あれだよね、この間の前に出してくれたの地図ね、うん、あれが結局でも外務省もなんか採用するって出すっていうね、これなったもんね。なったんです。これすごい効果だよね。それがそれが産経にベタ記事で3月6日出たら、うん、
環球時報が7日、それ人民日報が9日、もうパニック状態ですよ。100の証拠があるだとかなんとか。だから自分のブログは中国社会科学院の方平の時から多分監視されてるんで、もうボコボコ悪口書いてますよ。そんなんでさっさとさ、国際司法裁判所に提訴すれよと。100の証拠あるんだらね、いくらでも受けてやるぞと。うん、そういう感じで口汚くバンバン書いてたら、なんか最近またピタッとおとなしくなりましたよね。うん、だからやると書いて目立っちゃって、ね、そうそうそう黙殺型の方がいいっていうね、それを選んだと思うんですけど、本当あのもう俺ナチスの時代からそうだけど、嘘でもね、100でも200でもバンバン言えば、うん、みんな信じるようになるみたいなね、そういうやり方ってあるんですよね。それはでも中国がやってきたけど、ああいう自分の国が出した、これ皆さんご存知だと思いますけど、1969年の中国の、まあ、日本でいうと国土地理院みたいなね、そうですそうです、こういう公的な機関が出した地図帳にしっかりと、まあ日本の領土であると、うん、尖閣諸島はというのが出ておりました。それをこの間ご出演いただいてね、水間さんにね、それをこういう発見をまあ伝えてもらったって。で、あのね、予算委員会でね、原田先生弁護士なんですよ、うん、で落選中は国際司法弁護士もやってたっていうぐらいで、うん、エストッペルの原理法義、うんうん、エストッペルっていうのは一度認めたものをはあの批判というか否定することができないという、うんうん、禁半減というそういう論理なんですよね、うんうん、それで禁半減に基づくたった1枚の地図でカンボジアとそのタイのね寺院の争っていうのがね、2013年の11月に1枚の地図でカンボジア勝っちゃってるんです。でそれ以上の効力がその1969年の地図にはあるわけですよ。周恩来と毛沢東の言葉が入っちゃってるんですよね、うんうん、国のあれだもんね。そうですそうですそうです。だからもうどうしようもないよね、うん、本当は。要するに中国共産党は禁制ですよね、うん、そうなんです。だからね、実際はその国会でやったからなんですよ。いくらボイスに発表しても無視ですよね、3万ぐらいの雑誌だったら。だから国会議員と連携しないと情報戦は勝てないですよね、と思いますね、うん、そういう意味では非常に効果的なね、今あの国会質問というのは大きかったですからね、うん、かつての次世代の人たちがね、うんうん、あの慰安婦問題取り上げたこともやっぱり大きな前進になったと思うんですけどね。多分あの流れで朝日新聞がこう追い込まれていったと思うんですよね、うんうん、そうだよね、はい、まあ、というようなことがありまして、ちょっと一応ついでに今言っときますと、これついでにしちゃいけないな、失礼だな、あの今ちょうどねその話があったんで20日発売、はい、まだ出てませんけど、まあ、今もうその時はねということで、これぜひ後でまたちょっと説明もしてもらいたいと思いますけど、こういうものを出して、まあ、満腹出ますということで、はい、続いて西村さんにお願いします、はいはい、あの水間さんのね、今度の5本でふと思い出したんだけど、はい、あのですね、南京陥落の、まあ、約3週間後、つまり、昭和、12年、うん、12年正月の、うん、旗振ってる写真で、正月の日の丸をね、南京市民がみんなでこう振ってる写真がありますよね。あれなんかも典型的ですよね。そのあれ大虐殺の最中ですよね。いや、要するにね、南京から明けましておめでとうなんですからね、そういうメッセージで、うん、だ私ね、今年の正月にね、うん、あの写真を使ってね、うん、ツイッターとあのフェイスブックで確か、うん、これその写真使いました。それと違う写真かな、僕が使ったのは両方だよ、昭和13年の正月です。昭和13年の正月、ね、3万人集まってるの、3万人、うん、まあ、ということでね、あれなんです、そういうことを考えると非常にこれから日本はちゃんと巻き返していけるんだというね、うん、そういう要素はあるんですが、ただ、うん、客観的にですね、ちょっと今現状分析っていうことで、うんうん、申し上げると、はい、やはりですね、世界の中での情報戦というレベルで言うと、うん、今はもう本当にね、それこそこっちが総統戦させられてるんじゃないかっていうようなね、そういう状況だっていう認識はね、やっぱり必要だと思うんですよね。で、例えばアメリカに対してですね、私はもうこの 2,3 年ずっと言ってました。去年も確かこの番組でも他の機会でも、あるいは雑誌の原稿とかでも書いてると思いますが、慰安婦問題ももう完全に、要するに主戦場はもうアメリカであるということは、それはもう私も前から言ってるんですね。それで、ではどうするかっていうことで、アメリカに対してね、はっきり言って、今年で戦後70年ってお題目が言われてますけども、アメリカはね、このままね、対日外交、いや、あるいは今までの戦後の枠組みというものの、ね、見方を
だんだんこう修正してね、シフト、新しい時代にシフトしていかないと危険なことになりますよと、うん、アメリカさん、これ日本で本当にね、うん、反米感情が本当に高まりますよ、うん、60年安保どこじゃないですよと、うん、あれは左翼が領導した反米運動だったけど、うん、そうではなくてね、うん、だから本当にアメリカにとって危険なことになるんですよというメッセージをですね、うん、それをねやっぱり発信しなきゃダメなんですね、まあ、でそうすることによって初めてアメリカが自分たちが どれだけあのいい加減な座標軸でもってね、あの大東亜戦争に当たってきたかということ、それから戦後処理も含めてですね、まあ冷戦中はしょうがないですよ、しかし冷戦後どうなったかっていうことをね、やっぱりそういうことを知らしめる情報発信というのはどうしても必要だと思いますんでね。でその一つの例として、例えばあのアメリカの大学の学者が中心となった19名でしたっけ、日本政府が慰安婦の記述に関してね、高校の教科書の訂正を申し入れたことはけしからんっていうような声明をね発表してるわけですね。歴史修正主義をその日本政府はやり始めてるって、その温度を取ってるのは極右の安倍だみたいなね。でそういう、だからそういう図式があるわけで、それに対してね、さっき今申し上げたようなそういう基本的な前提というものをね改めて示して、そこで正面からですね、そういった学者たち、学者であるならばね、本当にねちゃんと討論を呼びかけて、それこそ連合国国連の本部でもってですね討論会をやるとかですね、あるいは彼らに対して英語で論戦を挑むような原稿を書いていくというような、まあ今私もちょっとずつそれ今やろうとしてるんですけどね、そういうことが必要になってきてるんだと思います。そういうことに、をやって初めてちょっと一歩進んでね、それで初めてあのアメリカとのコミュニケーションができるんじゃないかなと、うん、今の段階だとコミュニケーションができる以前の問題なんですよ、うんうん、もう要するにあの慰安婦は制度例だったっていうのは当たり前のものとして考えてるわけですから、ね、前提になってるもんね、それが前提になってるわけですから、だからその辺と、あとは水間さんがおっしゃってた、うん、そういった、うん、あのファクトの積み重ねで、国際司法裁判所云々っていうこともね、うん、それをちゃんと背後に合わせ持ってですね、うん、それでそういった戦略でもってやっていくのが一番いいと思ってます。今そのように考えてます。はい、ありがとうございます、はい、では上島さんお願いします、はい、ことは確かにもう歴史の事実の問題ではないんですよね。その事実は関係なくて、もう完全に政治問題に慰安婦のことも南京のこともなっていて、で彼らは明らかに意図があってやってきていることですよね。でアメリカにおいても慰安婦の問題にしろ南京の問題にしろ、よく外務省それから日本のメディアでもね、アメリカの誤解を解こうと、解くために何をするべきかという発信をするけれども、しかし本当に誤解なのか、あるいは意図的に彼らがそうしているのかということを見抜いていかねばならないと思うんですね。で私はその誤解している人たちであるならば、その誤解を解く材料はファクトにおいて山のようにある。しかし彼らが意図的にそれを、つまり日本に対してそうした食材感なり負い目なりを負わせ続けようという歴史観を押し付けるということが意図的であるならば、それはもう一つの情報戦、形を変えた戦争としてこちらを受け止めるしかないわけですよね。でその部分での日本側の認識というのをまずはっきり固めなければいけないと思うんですよ。でそのためには、前提として、その日本はこうすべきだと以前にですね、そう考えない日本人との間で日本人同士の議論の決着をまずさせねばならないという気がするんですね。それは端的に言えば慰安婦をめぐる事実認識に関しては産経を取るのか朝日を取るのかと、これ非常に大雑把に私言ってますけれども、こうしたことになってくると思う。でその時に私はやっぱりその戦後のですね、その GHQ の、 その思想改造、洗脳によって日本人の根本的な思考の枠組みがこう固められて、それが未だに解けていないということにどうしても行き着くんですね。沖縄での集団自決において、その軍の命令があったかどうかということで、その教科書の問題も絡めた時の議論でですね、私思い出したんだけれど、今般 の戦後70年談話におけるその有識者会議のメンバーにも選ばれている岡本幸男さんが、例えばですね、
当時産経の正論なんてどういうことが気になったかということが私はとても印象深いんだけれども、要は歴史の事実ではないんだと、今日問われているのは。私たちが歴史の事実はこうですというようなことを相手に告げたときに、相手がそれをどう受け止めるかという主観、つまり相手がどう受け取るかということの方が大事なのだという文脈で彼はお書きになったんですね。しかしこれを是とするならば、歴史の事実なんかもどうでもいいことになるんですよね。相手にどう受け止められるかが大切なんだということになったら、こちらはもうそれに対して譲歩なり妥協するしかないということになりますよね。だからやっぱり摩擦や齟齬を抱えても、共通の認識として持つべき事実はどの辺にあるだろうかという作業を棚上げして、相手の主観に合わせるということを優先させてはならないというのは私の立場なんですけれども、その構えが日本人にあるかどうかだと思うんですよ。あの二階さんの発言にしても、韓国に行って朴槿惠大統領と交わした会話はまさにそこですよね。本来なら和解というのであれば、あれ法律用語に置き換えたら示談ですから、日韓基本条約と請求権の条約がそれに当たるはずですよね。あるいは日本側は不本意だけれども、河野談話とアジア女性基金だってそれに当たったはずなんですよね。ところがそれをことごとく保護にされてきているというのはいかなることかっていうことで言えば、やっぱり私たちがどういう姿勢でこの問題に立ち向かっていくかということは、まず一番最初に来るべき問題で、その次に戦術論としてどうしたことをしていくべきかという議論を組み立てていくということが必要だと思うんですけれども、ここね、やっぱ70年経っても戦後、この一番最初のこの課題に関して、やっぱりその広く国民にね、その問題意識なり、あるいは私たちの枠組みそのものが、これ江藤淳の言葉を変えれば、いまだに鏡張りの部屋の中にずっといるんだっていうことが、その伝わらないっていうことにですね、私は誠に長い思いをしていて、でそれをマスコミに置き換えてみると、やっぱり例えばチャンネル桜のような、こういうある種ちょっとこう異様な形のメディアでなければ、それを伝えていくことができないっていうね、この状況を、あの本当に日本人が、日本国民が、あの深刻に受け止めていかなければ、結局ですね、あの何も再生していくことにつながっていかないというふうにやっぱり思うんですね。さっきのね、岡松さんの、私もあのよく記憶してます、あの新聞の正論欄に書いたね、論理ね。これはしかし岡松さんだけじゃなくて、あの外務省系の人たちはみんなそうですよ、うんうん、そうですね。ですから、うん、あのバカな、ね、あの議員で事実を知らなくて、その載せられているのと、うん、それからあの外務省系 の、ね、あの知識人とかそういう物書きの人たちは、まあ、ある程度彼らも、ね、いろんなことを調べるでしょうから、うん、大体のことは知っているわけですよ、うん、それでおそらく認識としては我々とほとんど違わないような認識を持っているという部分もあると思うんですね、うん、だけどそれは相手がどう出るかってことが全部の基準だという論理を立ててるからそうなるわけで、うん、これは決して岡本さんだけじゃない、他の人も全部そうだと思います、うんうん、だからその論理をね、先生ね、はい、あのあれですよ、親米保守、うん、それが我々と一緒ってなると、ちょっとそこにちょっと齟齬をきたすんですよね。そう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 、だから要するに岡本さんにしても、うん、その政府がね、あの重宝している学者さんたちは大体親米保守ですよね、うん、自民党側はね、そこに問題があるんですよ。で産経新聞も歴史戦とかいうのね、英語で配信してもらいたいんですよね。未だやってないじゃないですか。学年がないんだって。なかなか。おっしゃるように、うん、だから今言ったように外務省が特にね、典型的な、あの上島さん言ったようなね、岡本さんのはそうですよね、確かにね、その典型的な考え方っていうか、うんうん、その辺のところがやっぱり、だから内部の問題は大変大事なことですよね。でマスコミもそれなんですよね、うん、産経新聞が英文で配信すればかなり違いますよ、うん、なぜ産経やらないのかと、そういう疑問ありますよ、まあ、英文の問題別としてね、うん、とにかく相手が どんなに事実が正しかろうと間違っていようと、相手がどう受け取るかが全ての基準だっていうなったらですね、うんうん、全ては相手の言いなりになるっていう論理になるわけだから、でその結果一体そういう外務省のやり方で 今までやってきた結果ね、うん、どういうことが起こったかっていうことをやっぱり突き合わせて検証しなければ、そうすると それがね、あの正しかったかどうか、あの決定できないわけですよ。上島さんがおっしゃったことをね、うん、発展させるとあれじゃないですか、
あのもうその時点で岡本さんをそこで否定して、もうこの場所からね、うん、我々の要するにステージからもう退けてもらわなければいけない国だと思います、ね、だからまあちょっとね、あのそれがまあある種 の、 あの岡本さんが代表するのは一種のよく言われる戦後体制のね、うん、その一つの象徴みたいなところがあってね、うん、こういう人たちをどう、まあ、今言ったあの西村さんに言えば片付けていくかね、あの掃除していくかっていうね、これなかなか簡単にねいかないところは我々が考えなきゃいけないことで、さっき戦術と戦略とね、あの振り分けみたいなのもあると思うんですけども、まあ、では続いてメイカさん、じゃあお願いします。はい、あの EIF のことで、私中国おる時1982年まで EIF のこと聞いたこともない。もちろん82年までね、うん、82年までね、はい、それ日本来てから1997年頃やっと EIF のことを、うん、日本であの耳が入ったから、うん、それでたくさんの在日の中国人がアメリカあるの中国人が、こんなこと中国共産党の全ての出版物の中で一文字も書かなかったですよ。なるほど。それ中最近みんなが日本人はあのもちろん日本人は調べないし、実は世界中歴史上人類がないの慰安婦一番多いのが中国人民解放軍の慰安婦ですよ。人民解放軍慰安婦80万とか100万の間あります。この事実は1980年代にフランス人の専門家、あのフランス人の専門家、中国語とフランス語と英語版で本を発売しました。それ私体験があります。文化大学の時に、習近平もちろん15歳未満の少年で田舎解放されて、私解放された時に17歳ですよ。田舎解放されて、その時に毛沢東時代は20万人以上の中国青年たち、もちろん小学生も含んでるから、習近平小学校5年生卒業してから後で、習近平は事務所あの刑務所入れられて、お父さん韓国名で、で習近平はあこの状態で俺が死ぬやから、やっぱり家宝の方がいい、田舎行ったら自由あります。その時に中国共産党は20万人以上の中国青年たち、各全国の田舎に解放された。その時に中国新疆、新疆今のウイグル族のところ、新疆生産建設文旦、黒竜省の生産建設文旦、雲南省の生产建设文旦，人民解放军的文旦，中国国啊，这个就一百ありますよ。そのたくさんの女性たちは軍隊に入って、で、これらの軍隊はほとんど軍人やから男の人ね、独身ものすごく多いですよ。その65年からの解放で、ずっと1979年まで解放された青年たち、それ鄧小平の政策でみんな東海に戻りました。その時兵器で女性たち交換したり、綺麗な女性、共産党偉いさん、人民解放軍のトップの、まあ、慰安婦、それともものすごく量が多いですよ。現在生きる中国人慰安婦、60歳ぐらいの慰安婦、少なくとも80万人、100万人も生きてますよ。それで彼らは今ものすごくデモするのよ。中国全国は結構でデモ年間30万回あります、彼らは今現在の慰安婦仕事もない、退職金何にもないですよ、その調査で私が2年間調査して、今総合全部できました。今年の9月、人民解放軍創立記念日、私プレゼントします、共産党に。なこの慰安婦はね、今現在人民解放軍の今現在韭菜扣とかさ、もう次公募会を次から次捕まったのよ、彼らのそばに慰安婦、人民解放軍音楽団あるでしょ、それ全部共産党偉いさんの慰安婦ですよ。それ見て皆さん、この写真でね、一人じゃなしに多い時一人男は100人以上慰安婦ありますよ。なるほど、この歴史上前例がないの慰安婦ですよ。すごい話だねこれ。でもこのような慰安婦見て、綺麗な女性みんな江沢民そばにおるでしょ、慰安婦ね。これ全部で海軍司令官、
みんなが、あら、司令官、慰安婦おるから、尖閣諸島上陸できますか、慰安婦連れて行きますかとか、みんな今、ネド上、ものすごいですよ。なるほど。こんな慰安婦、これは慰安婦じゃなしに、これが白顺婦ですよ。なるほど。はい、香港で捕まったの白顺婦ですね。はい、所以共産党は自分のスキャンダルを隠れるために1997年から日本が慰安婦慰安婦、実は日本人日本朝日新聞の報道で中国朝日新聞を応援するだけで、初めは2万人それ最近は20万人出てきたや、ほんまにめちゃくちゃよ、めちゃくちゃ ね。それで2007年の時に日本軍は慰安婦の写真油絵に出てきましたよ、油絵ね、今ネド上で日本軍のどんな悪いかどんな残酷か慰安婦我々中国人女性他20万人公開したりとかなんか、それおかしいのが、例えば20万人公開したら、日本人子供さん一人もおらないでしょ、おかしいでしょ、そうです ね。那中国人民解放軍50年代する時に朝鮮戦う時、朝鮮戦争時に、いっぱいの朝鮮人公開したりとかさ、就それで解放軍3年後で北京戻るでしょ、朝鮮人公開したって言ってたよね今、はい、それ朝鮮の女の人も赤ちゃんをおんぶしてな連れてね、これ人民解放軍でできたのこうだよ中国政府賠償賠償言ってるのよ、ね、これは事実はこれから日本人我々中国慰安婦調べてみてよ、いやそれはでもすごい大事な仕事だと思う、ですからね、アジアの女性の人権状況をね、全部日本が調べると、いやそれは一番いい ね。要するにいやという要するに大義名分っていうのが、ね、明太さんの本がさ、保守系の出版社逃げてるのよ、あの枠がね私1年間置いて枠が怖いから、絶対じゃあこれは私たちも努力して怖いから大きくやりましょうね、必ずきちんと出版しましょう、私も手伝いしますこれね、よろしくお願いします、韓国よりも中国のシナの方が慰安婦が多い、100万以上です。ものすごい今現在若い慰安婦全世界行きますよ。3000万おりますよ。今現在3000万。彼女たちかわいそうですよ。な、誘拐された女性は年間10万人行方不明になりますよ。それ中国男もらばかりで、それ人身売買女性侮辱のが値段つけてるよ。皆さん見て、この値段つけてる。人身、人民元、これが人身500円。これ1985年、1985年の、ね、人身売買の値段ですよ、若い女性に身後下腹给人民元、これあの時結構大金ですよ、今は安い、今箱さより安いですよ、今中国女性売るのが、中国女性だけじゃなしに今ベトナム女性、ミャンマーの女性、北朝鮮の女性、中国男性もらばかりで、みんな商売するのよ、それで逃げる女性は目つぶして一生逃げられないですよ、大変かわいそうですよ、国民がね、国民の女性、ただ偉いさんの女性は慰安婦、国民の方は白顺婦、なるほど、ね、この状態でね、非常に明快な、ね、ただ本当にちょっとね、こういうことをもうびっくりしました、私もちょっとね、慰安婦とかっていうか売春婦がいることはね知ってたけど、はい、そういう構造になってるとはね、その時自殺した女性ものすごく多いですよ、人民解放軍銃をピストルを置いとき、すごいところ置いてね、女性交換するの、もし女性ダメならすぐその場で殺しますよ、なるほど、こんなめちゃくちゃよ人民解放軍、共産党、今言ったように2つね、今ちょっとメーカーさんの発音で交換っていうのは強姦のことですからね、強姦ですね、平気でご飯食べるお茶飲むと一緒、平気毎日毎日ね、あれ見られない、私の資料調べる、こんな一般の資料もう大変ですよ、本当にかわいそうですよ、あの女性、ね、今もうデモンデモンとか政府一円も賠償ないですよ、そうですね、何にもないです今、それが一切報道しない日本もおかしいのよね、おかしいよね、フランス一番発表したフランス、ね、85年の時フランス、私ほんまにありがとうございます、フランス偉いなと、フランス人なのにさ、中国十何年間あちこちあちこちいて調査して、これらの慰安婦を主催して書いたの本、その本は、ね、手元ありますよ、
ほんまにかわいそう。こういうのはちゃんとね、大きくなんかジャパンハウスで50億ですか、500億か、あ、500億ですね。こういうの使うならね、いろんなことできますよね。そう、ね、これ発表したら大使館もし怒ったら私嬉しいわ、怒ったらな、はい、世界中を喋っていただら、これらの慰安婦毎日でもするのよ、国内で。そういうのやりましょう、ちゃんとね、やらないとダメですよ、ね、大使館とか中国人が怒らせないとダメなんですよ、はい、そうですよ、そうですよ。怒ったってことは焦ってるってことだからね。 そ, う そ, う そ, う、はい、そのし、69年の文書を発表したでしょ、はい、これ水島監督上陸の写真、環球時報を送って出したのよ。環球時報を送ってね、 あの時上陸したの写真ですよ。最近ですよ。最近出たのこれ、うん、最近出たよ。私がじゃあ写ってるわけ、1969年の地図でこれを送ったわ、環球時報を送った。最近なんですかこれ。3月8日か、送ったからね。懐かしい、懐かしいの写真、環球時報で出しているのよ、はい、ありがとうございます。日本は法律違反で上陸してとか書いてるの。ああ、なるほどね。環境地方ね。はい、では大高さんお願いします。はい、ようやく分かりました、メーカーさんの話。なんでね、中国がこの慰安婦問題に真っ先にこう飛びついてこないで長年、はい、で日本から、まあ、日本の、ね、女性の団体フェミニストたちが仕掛けて慰安婦問題をこの中国で拡散してくださいって日本人がやってたんですけれども、あまり最初乗り気でなかったんですよ ね、うん、そうです、最近静かになっているね、うん、結局自分たちがその向けが全部出てしまうっていうのは恐れてたわけなんですね、うん、そうです。でもこれやっぱり厄介だなと思うのは、まあ、今主戦場はアメリカになっていても、うん、結局その中国、まあ、自分たちのやったことをことするという利害関係が、うん、まあ、一致する、なかなかね困難な情報戦になるんだろうなと思いますし、で冒頭に藤岡先生がお話しされたニューヨークで保守系の、まあ、団体が、うん、慰安婦問題に関してその記者会見したということに関して、うん、まあ、150人ぐらい の、 そのアメリカの学者、政治家、ジャーナリストに招待状を出したそうなんですけれども、返事が来たのがたった2名で、あとは一切音沙汰もなくって、そして取材に来たのが韓国紙2社、これはもうすぐ速報で日本の右翼がまあこのような記者会見を行ったと、うんうん、右翼というレッテル貼りから、外国人が一番このまあ意味嫌うリビジョニストという言葉を使ってレッテル貼りされている状態ですね。で、まあ、ニューヨークタイムズみたいな朝日と、ね、あれだけ連携して日本叩きしてた、新聞社はお膝元でやっても取材に来ないという状況の中で、この温度差といいますか、やっぱアメリカ人何なんだろうっていうと、先ほど上島さん指摘されたように、私は意図的な部分が、まあ、特にその知識人またジャーナリストの方とかね、意図的なものが多いのではないかと残念ながら思います。でやはりこれも先ほどの中国の食材式とリンクするんですけれども、やはりアメリカにとってその原爆投下とか、無差別、まあ、大空襲含めて日本にやった戦争犯罪をどうしてもその自分の中で自国の中で整合性を合わせるためには、永遠に日本がそのイービル悪魔の国であってほしいし、南京大虐殺もで慰安婦問題なんて、セックススレーブってものすごい欧米人にの食材意識を払拭する名文、いい言葉といいますか、よく弁護士の戸塚悦郎さんはこの言葉使って反日キャンペーンやったなって、ある意味嫌味で私は感心してますけれども、散々欧米列強がその奴隷制をやってきた食材意識で、日本は昔からその奴隷制に反対し、そういったものと戦ってきた国で、そこにセックススレーブってバーンともうレッテル貼りをして情報戦が展開されているという中で、どの国にとっても南京と慰安婦を日本がやったっていうことが現段階では都合がいい話なんですね。でこれをファクトでどうやっていくかっていうことで、
まあ、水間さんおっしゃって国会議員との連携いろいろ大事だと思います。ただ二階さんみたいな方もいるし、間違ったメッセージどんどん発する国会議員もいるので、利権目当てで変にそういうのをこうどう払拭していくかとか、まあ、いろいろね、問題があると思いますので、ちょっとこの先皆さんにお伺いしたいと思います。はい、そうですね、本当にそのいろいろこの現実の事実を明らかにすること、こういう宣伝戦みたいなね、これと同時にもう一つは政治家たち、まあ、つまりもっと言えば政治家と官僚ですよね、外務省を中心としたこういうものがどう我々がきちんとね、外国や国内の国民に対して対処するかっていう問題、いう問題、それから今まあ、上島さんがね、大高さんが言ったようにこの問題について言うと、基本的にはアメリカも中国も、韓国、北朝鮮もね、利害が一致してる、ある意味で言うと日本がひどい国で南京もやったし慰安婦もやったと、これで一応まとまってきたいっていう、これは利害が一致してるってこと、それを打ち破っていかなきゃいけないというのは、これ戦後体制の打破っていうのはかなり難しいというかね、困難なものを伴うというのはそこにあると思いますね。特に国内にそういう勢力がまだまだというよりも、むしろそっちが主流である、ここに皆さんの主張になっていることはかなり少数だのね、まあ、それは栄光なんですけどもね、これを囲さなきゃいけないというね、いうことはあると思うんですね。で、まあ、ちょっとまずですね、原さんからもちょっとご指摘あったように、まず慰安婦問題からね、ちょっと私はこういう一つの突破口って、これ方法論、さっき言った戦術戦略と、いろんなね現実の問題、いうことなんですけども、やっぱり朝日新聞がまあ部分的とはいえ一応訂正したとかね、いうのはやっぱり大きな前進でもあったと思いますね。この問題からちょっと始まって、我々この慰安婦問題で、前に藤岡先生もご出演いただいてね、言ったように朝日新聞は例えばいわゆるカラフトの移住とかね、ああいうまだまだいろんなことをね認めてないんですよね。だから本当に一部のこと、まあ、自分のちょっとしたことだけを吉田政治に押し付けて、自分たちの体質そのものは変わってないということだと思うんで、まずちょっと慰安婦問題の現在からちょっとやってみたいと思います、ね、じゃあその朝日新聞の話からいきましょうか、はい、朝日新聞のですね、報道については2つの委員会が作られて、それでそれぞれ検証してるわけですね、でまず1つは朝日新聞自体が任命したいわゆる第三者委員会ですね、でこの報告書は昨年12月中に、まあ、発表されたわけです。それでその報告書が発表されてから、独立委員会というですね、これは朝日新聞からも他のあれからも独立した委員会、これは中西照正さんが委員長になって、それで、まあ、西岡勉先生なども入ってですね、それで行われた検証と2つありましてですね、それでもあまりの違いというかに本当に驚くんですけど、第三者委員会のですね、まあ、私はもともと顔ぶれからしてもあんまり期待はしてなかったんですけどね、一番ひどいのは、林香織という東大の女性のですね、教授が、大学院の教授が調査をしたというのですけども、でそれは吉田政治などのですね記事が、まあ、要するに朝日新聞の報道が外国にどういう影響を与えたかというテーマなんですね。でそのテーマを調べるときに、まあ、外国にどういう影響っていうのは抽象分かりにくいから、外国のメディアにどういう影響を与えたかというふうに、まあ、絞って調べると、まあ、これは一つそれでもいいんですけども、その方法論がですね、その外国のメディアでその朝日の記事を引用している記事がどれだけあるかって、こういうやり方するわけですよ。でそんなことしたらですね、これはまあ産経さんのね、まあ、長い記者幹部でもいられた、そういうね上島さんもいらっしゃるけども、新聞社がですね何かのテーマをについ話題について書くときにですね、いちいち最初に提起したのは何社のどういう記事であるなんてことをいちいち引用なんかしませんよ。でそんなことをやってたらですね、もうそれもうですから社会的なテーマとして設定されたものはみんな知ってるわけだから、でそのものとして書くわけですね。だけどみんな知ってる慰安婦問題っていうのはどうやって作られたかっていうと、朝日新聞が吉田政治を使って散々使ってですね、でそれで宣伝して、宮沢さんとかいろいろな人を騙して、
それ作ったもんですからね。ですからその要するに作られたその慰安婦問題がどのように報道されてされるような広がりを持ったかっていうふうに、まあ、こういうふうにしなきゃいけないわけで、それをですね、その記事そのものが引用されてるかどうかっていうふうに矮小化して、でそういうふうにすればね、もう結論は明らかで、大したことはなかったという結論になるに決まってんですよ。だからこれ本当にもうですね、あの研究者の風上を向けない一種のですね、ペテン的なやり方でね、でそういうことで何か何かやったかのようなね話になってるのは、これはとんでもない話なんですけど、じゃあ同じ問題を独立委員会の方はどういうふうにしたかと言いますとね、まあ慰安婦問題と広すぎますから、その1992年のそのちょうど宮沢訪韓の時期のですね、そのキャンペーンということに例えばテーマを限って、でそれがどのように、それは朝日が作ったものですけども、それがどのように韓国のいやアメリカやその他のですねところが世界が報道してるかというふうに調べたんです。でまた別の ある塊をテーマを作ってですね、でそれがどう報道されたかっていう方法論を取ってるわけですよ。それでまあ見事にですね、その問題の広がりっていうのが浮き彫りになってるわけですね。ですから同じことをテーマにしてるんだけども、まあ、それだけですね、朝日新聞の責任を隠蔽しよう、あるいは軽くしようというね、そういう第三者委員会の立場と、それから独立の委員会の報告書のもう大きな落差がある。で独立委員会の報告書は本当に素晴らしい内容ですので、私はこの慰安婦問題を研究される方、そして朝日新聞問題を研究される方はもうぜひね、お読みいただきたいと推薦させていただきます。ただね、藤岡さんね、朝日新聞の検証委員会でももうあれ言ってんだけで、岡本さんちょっと今批判されてましたけど、岡本さんのそのコメントあったじゃないですか、あの中に朝日新聞の記者が取材して事実報道しても記事にはならない、角度をつける、角度をつけるっていうことは見出しを捏造するっていうことですよね。だからもうあの角度と一発で、今現在もその若い記者が角度をつけなきゃ記事にならない、あれだけで朝日の体質変わってないっていうの分かりますよ、そうだね、全く反省してませんよ。ですから開き直ってるね、逆に教科書問題のね社説を出したんですけど、これはびっくりしましたね、要するに、検定ある数件出版だったかなという教科書会社が高校の教科書から慰安婦っていう言葉を全部ね削除したんですよ。でそれ文部省がそれを認めたんですね、訂正申請を。でそれに対して噛みついて、朝日が社説を出したんですけど、用語が不適切だっていう理由にそれを認めるね、理由の中の項目の中にそういう、言葉の不適切だっていうのが一つ項目であるんですけど、で、それを適用して従軍慰安婦っていうのを、削除したということを認めるという、そういう話になってるんですけどね。でそれはけしからんと言ってる朝日新聞が社説で言ってるわけですよ。ということは朝日新聞にとってはいまだにですね、従軍慰安婦って言葉が正当だというふうにですね認めてるってことになりますから、で私は朝日はですね、報道の方は多少変化の兆しがあるかなっていう気もしてるんですよ。時々変な記事っていうかね、つまりまともな記事がちょっと載るんですよ。たまにありますね。最近はそれはね、ずっと系統的じゃないですよ。でだからこの間見て驚いたのは、中国の中のですね、この歴史やなんかについて の取り組みがかなり詳しく報道されましたね、大きく。ですから報道の方は多少 の変化の兆しが なきにしもあらず、でそれはだからそのまま定着するとは思いませんけどね、論説の方はもっと遅れてるんじゃないでしょうかね。論説とかあれですね、コラム、コラムだから、ね、それはコラムも大体論説の管轄ですから、ね、そういう感じがしてま す, そうです、ね。はい、朝日にそれが象徴されてますけどね、一時ちょっと誤ったふりしたけども、現実には本質的には全く変わんないし、逆に上村記者に至ってはね、我々 の,西岡さんも含めてですね、いろんなところを訴えるというね、開き直って公正に出てるというね、これプロパガンダのやり方なんですけどね、実際はいまだに特攻隊をですね、ISIL
に比すようなですね、そういうそのテロリズムというような書き方を素粒子で書いてましたからね、もうあれだけでもう本質は何も変わってないってことですから、もう要するに今回の慰安婦の集団訴訟のねと全く同じに、それも特攻隊のに関しての素粒子のコラムも入れてしかるべきだと思いますね、名誉毀損 で、ね、これ皆さんちょっとご存じない方はいると思いますけど、素粒子というコラムの中で、まあ、いわゆるIS のね、テロリズム、まあ、自爆テロとかこういうのを特攻隊、日本の特攻隊 の、 そういう攻撃ですね、これと同じような形で扱ってたんですね。でまあ、もちろん皆さんご存知のように特攻隊は軍艦とかそういうね、いわゆる相手側のそういう戦争行為の中の一つの攻撃だったんですけど、もう全然違いますからね、 IS の場合は、はい、まあ、というようなこともあります。それからまあ、もう1本なんでまた2時間目またこれのことをちょっと詰めていきたいと思うんですけども、この間加瀬秀明先生とですね、いわゆる特派員協会で、まあ、ちょっと招待されまして、記者会見というのかな、やりましたけども、やっぱり一番典型的だったのは、我々がその今こういう話をどんどんするとカーッとなっちゃう人がすごく多くてイタリア人のなんか記者に至ってはもうヒステリーみたいに、ね、叫び続けて、さすがの司会 の、 今の代表の方ですか、止めたぐらいね、この問題ですよ、つまりいわゆる歴史認識、つまり日本がひどいことをやった国なんだと。で日本、私がこう特に怒ったのは、日本はその虐殺とかそういう習慣がないんだと、それから勝先生も奴隷という習慣はないんだと、中国はあるけど、ね、今も殺す背景やから、ね、そうですよ、今でもそういうことやるんだけども、うん、うちの場合、うちというか日本の場合はね、そういうことないって言ったら、それがまた戦国時代はどうなんだとかね、それはまあそのね、その中だって戦国時代は信長だって、宣教師が奴隷を決めてたんですよ、1925年の大正14年のね、不条死売買禁止法案、これ国際条約ですよ、で日本は批准したんですよ、アメリカもイギリスも批准してないんですよ、だって直前までつい60年代までね、うん、公民権法案できるまでもねあったわけで、まあ、いろいろなイタリア人は不良外人と同じですよ ね、まあ、そうですね、こういうのがだったら日本もね、奴隷制をねこう、うん、ね、日本に認定するっていうのは彼らのこう快感なわけですよ、そうです、それを見られたらヒステリー起こしちゃってね、うん、ただやっぱり特派員協会の中でもやっぱり主流はやっぱりニューヨークタイムズとかね、うん、ああいうものを参考にした、今まで通りの歴史認識をキープしたいという、うん、こういう人たちが多いなっていうのはよく感じましたね。冷静にいろいろ言っても、うん、いろいろそこだけはもう認めない。で我々はもうそれこそ、まあ、なんていうか歴史修正主義者で、極右 で、 ね、であるみたいな、そういう設定の仕方をしてましたね、まあ、これをどう突破していくか、ちょっと2時間目からまたお話したいと思います。はい、2時間目になりました。先ほど終わりの時内山先生からね、その朝日新聞の現状と、はい、まあ、そういうのをお話しいただいたんですけども、うん、基本的に朝日新聞というのは、まあ、朝日新聞だけではなくてですね、はい、非常にこの例えば毎日新聞とかね、うん、中日東京いろんな形の、うん、まあ、新聞あるいは NHK をはじめとするメディアですね、うん、テレビメディアも含めて基本的には、うん、まあ、東京裁判士官というものを、ね、ずっとやってきたと、うん、教科書の問題で今、うん、我々は抵抗してますけども、うん、まだ主流が、ね、変わってるわけじゃないと、そうそうそう、いうようなことなんですけども、ね、それでね、はい、その、うん、占領軍がどのようにして日本人を洗脳したかと、うん、いうことはこのウォーギルト・インフォメーション・プログラムというのを皆さんご存知だと思うんですけど、ただこのウォーギルト・インフォメーション・プログラムを直接指示した文書とかそういうのは、うん、ないんですね。でそれで、それはどういう具合になっているのかということをですね、うん、調べた本を私ども の、 まあ、教科書運動の仲間で関野道夫さんという人が、はい、調べたんですよ。これ今ものすごい評判になっていて、ご自分でですね調べて、はい、そしてまあたどり着いたんですね、はい、こういうことであると、はい、いうことが分かったんで、メリーランドの、ただね、森岡さんね、
大工大将が第4回極東委員会で報告した日本人の洗脳に関する指令とい こう原文残ってるんですよ、これ、うんうん、どういうふうに洗脳するかという、うんね、正しいことを教えるそんな時間ないと、だからいろいろなものの中に入ってるんだけども、ね、まあ、それがどういう仕掛けでね、これが、まあ、なったかっていうことをですね、まあ、解明した本なんで、うん、これは自由社からブックレットで出て、はい、発売する当時にもすぐなくなっちゃったんで、今増刷中ですけどね、ぜひ注目していただきたいと思います。それで、まあ、そういう形でですね、日本人は、まあ、占領下で徹底して洗脳されて、その、まあ、その流れが戦後もずっと続いたということで、はい、まあ、これはいわゆる戦後体制というわけですけど、ただ私一つそこでね、考え直してみなきゃいけないのは、その代表的なネタである慰安婦南京の問題というのはですね、実はごく最近製造されて、そして定着した問題だっていうことをね、もう一つの面として私は考えておく必要があると思うんですね。というのは南京事件というのは、なんと1971年に朝日新聞の本田記者をね、中国共産党が招待して40日間要するに共産党が用意した語り部にですね、喋らせて、そして根も葉もない、まあ、中国人の間ならありそうな残虐話をですね、日本人がやったことにして全部喋らせて、それをただ忠実にですね、本田記者が書いて、それで宣伝、そこから始まったんですよ。それ前はですね、朝日新聞も報道してないし、大体教科書にただの一行も南京事件なんか書かれてないんですから、で中国の教科書にも書かれてないんですよ。で一番最初に南京事件のことを書いたのは本田勝一の本が出てから、1985年だったと思いますが、高校の教科書に最初に出て、そしてそれから順次ですね、広がったということでですね、これはですから70年代以降ですよ、南京事件はね、でじゃあ従軍慰安婦に至ってはですね、これは80年代以降なんですよ、で82年に吉田政治が嘘の証言を始めて、でこれは朝日新聞が持ち上げたっていう、そこからスタートしますから、ですからもう近々ですね、30年40年ぐらい前の、まあ、しか遡らないのでですね、で戦後70年の中では比較的最近作られたものだということをね、これ踏まえておかなきゃいけないと思うんですよ。アラさんにね、教えてもらいたいのは、アラさんの本では70年以降じゃないですよね。要するに大谷総一だとかが3人ぐらいで中国に行って観光旅行でね、その火付け役、しつこくしつこくね、未来だからその過去のことはいいでしょって言ってんのに、いや南京虐殺を教えてくれ教えてくれって、アラさんその辺のところちょっと結局やっぱりその昭和40年の初めくらいね、大谷総一なんかが行った時は、結局自分は見てないんだけど、昭和22年23年の東京裁判で、ああいう認定されたでしょ、だからそこを何とかして自分でこう埋めようと思ったんじゃないですかね。大谷じゃなくてさ、その時の大物のジャーナリストいたじゃないですか、アメリカに移住した、あいつがしつこくしつこく、まあでも日本で一番有名だったのは大谷さんでね、いやだからね、今その指摘があったのは70年代とか80年代に、そうですよ、私もね覚えてるのは家長教科書って左翼教科書、そうそうそう、あの家長さんの教科書見たことあるないんですよ、一行もないですから、南京ないんですよね、まあ、あれが一番書きそうなやつが全然書いてないんですよね、だからそういう意味では今言ったように非常に近い過去にね、こういうものが始まってる、我々の段階では例えば左翼運動が一番盛り上がったっていうのは70年安保の時のね、まあ団塊の世代の全教徒がやったっていうね、あの時でも一番もしやるんだったらそういうのをね、やってもいいのに全くちょっと話なかったですね、だから非常に今言ったように近い過去に起きたというね、僕のは昭和30年代に高校生でその、戦記マニアだったんですけどね、その頃いろんな今まで戦場でこんなことがあったとかね、そういうのがこう暴露された時期なんです、でもそういうのを読んで僕は、ああそうかそうかと思ったけど、南京事件はもうおよそ想像もつかないことですよ、結局、その時代に、どんどん偽造されてきたという背景にはね、やはりその時代に本当に歴史を知ってる人っていうか、当時生きてた人たちがどん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 亡くなっていくわけですよね、ですから小林秀夫が南京行ってますよね、それで確か
石川達夫やあとは林芙美子と一緒に行ってますね。でみんな行ってますね。小林秀夫が亡くなるのが1982年ですから、ですからやはりそういった人たちがですねどん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 仏教者になっていくと同時にすり替わるように偽造されてきてるわけですね。あらさんの本引用したのちょっと書いてあるんですけどね、1966年だから大森実ですよ、南京火つけたの。大森実は毎日新聞だから言いますよ、南京で本当は何が起こったのかっていうあらさんの本の中にね、で我々は思い出を忘れ将来の日中友好を語りたいと教えてくれって言ったらその、案内して中国人がね、それでそれを食い下がったのが大森実で、ね、中国側はね過去はもういいじゃありませんかって拒否してるわけですよ、南京のことに関して。したら大森が必要にねそれほどのご希望なら明日資料をつけてちゃんと説明しましょうって、そういうふうに中国側が変わっちゃったわけ、あこれは歴史戦で外交戦に使えるというようなそういう気が付かせたんだよ、それは大森実の責任ですよ。66年。ただね中国は共産党が、支配している国だから、共産党がその基本的な政策の視野の中に入らないと、それは国策にはならないわけですね。で日本の左翼はそれは南京事件というのは私も中学時代高校時代に知ってましたからね。ですからそれは細々とそれをやってたわけですけど、だけどそれは大きな問題なんかなってないし、まして教科書に載るなんてことは考えられもしなかった。南京大虐殺が30万か40万か、私中国におる時1982年までに中国共産党を読んだこともない。ないでしょ。ない、それで私の中学生の歴史教科書を教育する時に、先生は小介石どんな悪いか、小介石我々中国共産党30万人殺したよとかさ、この30万出てきたのよ。それあれ私がいつ日本来てからよおかしいな、この30万人日本軍中国の30万私でも教えると全然違いますよ。あのね、宇科大っていう南京の城外にね、公園があるんですね、南の方に、でそこに中国共産党が建てた要するに小介石を追い出した後ね、宇科大の雨の台、雨の花の台と書くんですが、歴史毛沢東書いた花台歴史記念碑、その記念碑があるんですよね、そこに書かれてるのは30万人虐殺したと。それで国民党は我々共産党、国民党は蒋介石が30万人中国共産党の烈士を虐殺したと、それを糾弾する日なんですよ。はい、そのことで書いてるから撤去されちゃったでしょうね。今撤去されてるんですね。この30万人は蒋介石国民党よ9時から出てきましたのよ、共産党ではない。共産党のデマだけども、またそれもね日本軍がやったわけじゃないわけですよね。宇科大で確かね、3名の412の大事件で蒋介石は共産党を30万殺したね。だから70年代の初めになぜじゃあそれが始まったかといえば、明らかに日中国交回復のね流れをキャッチして、それであれは最初はアメリカのねニクソン訪中とかそこから始まったんでしょうけど、それで日本との関係ができるという分かった瞬間にね、日本人ならば相手の国と、友好関係、国交回復等をやるんですから、相手と仲良くしようと考えるわけじゃないですか。ところが中国共産党は、相手と関係ができるんだから相手を道徳的に貶めるためのね、ネタを仕込むわけですね。その時1980年から中国国内のあの時みんな貧乏ですよ、中国人ね、ものすごく貧乏で、習近平その時結婚したらコップ4つしかないですよ、みんな貧乏でね、個人で外国留学とかなんかできません、みんな国からお金で、国から派遣して、日本留学してアメリカとかいろいろ国でね、それ海外アメリカで会ったの中国人と台湾の人会って、その時に台湾は尖閣諸島、南京大虐殺30万ほとんど海外あるの国民党政府の人から教えてもらった、それ中国人が不思議でおかしいな、この台湾の教授はそこお前何言ってるの、30万人は私たち聞いたことはないですよと反発して、台湾人大学教授の会議ね出席したくないですよ、この30万人あんた生涯政治共産党殺したじゃないの、ものすごく喧嘩でアメリカで、ね
それ私が30万同じだけど紹介席がやったことになったんだよね。そうです、はい、紹介席やったんだよ私の教育で。だから一つね押さえておかないのは GHQ のね占領のその洗脳士官っていうのがあるじゃないですか、うん、それと今のその歴史問題は、うん、中共の士官なんですよ、うん、日中国交正常化だから焼き直して中国共産党歴史士官なんですよね、うん、それが今合体してるようなところがあって、うん、そうですね。だからあのねすごく不思議な感じに混ざり合っちゃったんですよね、うんうん、まあ、意識的に混ぜてるっていうねとこもあるんじゃないかって気するな。だからあの東京裁判の梅って梅って判事、うん、あれは台湾から来てて、うん、願い打って北京に行っちゃったんですよね、うん、だから要するに南京の虐殺のその捏造東京裁判の、うん、それバラすというような北京政府暗黙のね脅しに使ってる部分あると思いますよ、うん、全部知ってるはずだから、うん、だから原さんこのねあの南京の問題で言うとあそこにいた司令官とかね、うん、その後みんなねあるいはそのシナ事変を始めた司令官とかみんな中国の中共政権のね、うん、あのね役職ついてというだから国民党内に入った周恩来もそうだったんだけど 国民党内に入り込んだ共産党員っていうねいうようなことを含めると非常に根が深いですよねこれ、うんうん、あの尖閣諸島のことで同じ最初は台湾から出てきた、うん、私大陸におる時尖閣諸島このこと尖閣諸島見たことはない。もちろん教科書も全然載ったことはないし、うんうん、みんな台湾から中国大陸を、うんうん、我々台湾の方をこれでやっぱり戦わないとダメやなとか、うん、この島みんな最初は台湾国民の政府から出てきたのよ、うんうんうん、あのちょっと今尖閣の話出たんでこれがねさっきちょっと話題にしたね、うん、あのこれボイスなんですけどねこれボイス、うんうん、これのこういう号のグラビア、はい、あの20日に電子版になります。あ、そうですか、今月、はい、うん、ということでこれ水間さんのこれ記事なんだけどもこういうこれは大変画期的なね前のあれ60年ぐらいだったかね60年でこれは69年なんだよね、うん、だから出してるのが北京市地図出版社と、うん、これは中国の政府直属機関なんですよ、ね、国土基準全然違う、うんうん、というようなのがこれですから、まあ電子版にもなるそうですけど、まあ、これもしあれだったらお買い求めくださいということです。決定的証拠ですね、はい、これはね、大きいですね。この尖閣諸島中国の教科書で、はい、2010年の教科書で尖閣諸島中国福建省に入っているのよ。尖閣諸島が勝手に作れるから、うん、この教科書私日本多分私だけ印刷しかないから、うん、この間枠借りてね返さないのよ。私枠に怒ってね返してくださいと。それは枠出版社これが枠ね、それ返したの枠ね、はいはい、枠がね、枠これが欲しいですよ、はい、それ私が印刷しかないから、はい、私に、ね、宿返したから返したのか、はい、返した。これが尖閣諸島がね福建省書いてるでしょ、うん、中国ね。いやだからね、非常にね、福建省、福建省、まあ、要するに勝手で作るのよ歴史、これ教科書歴史修正主義ってまさにね、うん、まさにこのことです。最初はね、尖閣沖縄に帰属してる高等学校参考書でしょ。それで蒋介石日記で尖閣の表記してるところは最初表記してるのは尖閣って日本名表記なんですよ、うん、それが徴用台に変わって徴用島に変わってる、ね、それでどうもね、あれですね、まあ、尖閣の話で言うと、うん、あの中国共産党もね、まあ、ある程度もう諦めてるっていうのは、要するにその過去においてね、シナがね、どの政権においても一回も尖閣をその自分たちのものだと認識したこともないわけですよ。で その歴史的事実、それはあの例えば今長崎純心大学の、 あの私の友人 の、 あの石井さんなんかもずっとやってますけども、はい、それがねもうはっきり分かっちゃってるんでね、うん、それでだから沖縄なんですよ、うん、で要するに尖閣は琉球だっていうことを認めざるを得ないから、だから琉球は品なんだっていうことをね、結局そういうふうに持っていかないと、もう尖閣は取れないわけで、それは蒋介石の日記でその流れ全部書いてるわけで、その通り今あの中国共産党やってるわけですけど、今ねちょうど左翼の集会もあの実は木曜日のあの枠の中でね、私ちょっと言ったんだけど、最後の週間やるともうみんな沖縄って言わないですよ。最後の人は琉球、琉球って言ってるんですね。で、あの西村さん言ったようにね、あのこの問題を例えば一番分かりやすいのは琉球っていうのがあるんですけども、沖縄のね、あの琉球の琉っていうのは、まあ、一応中国のことなんですね。それをウェルカムという、その門を那覇の空港と港の正面のところに今建設中なんですね、うん、これ阻止行動で我々やってるんですけど、うん、その時ね一番面白いと思うのは、那覇市と友好都市どこだと思いますかって、と
復讐史なんですよ。ああそうですよね、現地の友好として、つまり尖閣に漁船を送るのも復讐史、うんね、流中流しと島友好都市っていうのかな、こういうのをやってるのが復讐者、それは福建省 ね習近平何でも、ね、沖縄に来てるんでしょ、うん、習近平少なくとも5回目、習近平の弟、はい、あの人を、ね、中国人民解放軍の外国語学院卒業しました、うん、この外国語学院は官庁の学校ですよ、うん、その弟も何回も名前変わって沖縄が入っているの、うんうん、沖縄に来てますしね、しかも、まあ、これちょっとそれでね、教科書問題、これ日本人の各大学高等学校の教科書、中国語の教科書、この教科書の中で中国地図、その地図、中国中華人民共和国の地図ね、この同じ教科書けども中国人教育書の教科書、升高学的中国領土、これ日本人の子供さん対する中国語版の教科書、升高学的入ってない、中国領土じゃない、こんなよ。それはもう一度言ってください。これ今年の2015年4月から日本各大学高等学校の中国語の教科書、うん、朝日中国語の教科書、朝日出版社ですね、この教科書の中で地図ね、尖閣諸島、中国領土とか全然一つも入れないです、うん、ということは日本にいる人は分かっちゃうから、バレちゃうから、日本人の子供さんもしバレたら、ね、誰でもこの中国を勉強したくないからね、大騒ぎになるから、そうです、そこはやらない、入れないね、うん、なかなか、でも、まあ、配慮してるんだね、それ日本人の心優しき配慮の、ね、日本人の子供さんかわいそうのが、略字で見て、みんな略字で中、日本人の子供さん教育しますよ、それで日本国内中国人作ったの40種類以上の中国の新聞が雑誌がみんな昔の漢字使います、それ彼らは中国語を勉強したけども新聞読まれない、だから日本対する日本の子供さん対する共産党の教育洗脳されるのよ、これものすごく恐ろしいですよ。なるほどね。このことね。そういう手も使ってんの。うん。これが習近平の今年中国有名が、中国有名が入ってるからね。うん、こんな教科書ですよ。まあ、話ちょっと戻しましたね、はい。要するに琉球独立学会っていう、その学会と銘打っていますね、うん。そういう組織がもうすでに誕生してるんです。あります。誕生して、そこでシンポジウムをね、今年も定期的にね、やり始めてるんですよ。はい、で、それはもう明らかに、琉球は要するに信濃に帰属するものだっていうね、それを要するにこれからプロパガンダしていくためのね、そういう考えを定着させるためにやってて、あとは具体的に政治家がね、今の知事もそうですし、もう完全にもう取り込まれてる人間ですからね。琉球公領、中国語版の琉球公領、2007年作ったの、手元資料全部入ってる、2004年する時に一吨以上の石で掘って尖閣諸島中国領土、それ人民解放軍東海艦隊はこの石、一吨以上の石結構何年間かかって海が沈んで、あとは中国領土になる、あちこに進んだ、発見されたみたいなね、そうです、だそれに対してじゃあどうそれを迎撃するかっていうねことが次の課題になる。今日資料忘れたんです。例えばその琉球沖縄の問題で言えばね、実は沖縄っていうのはもう古代からね、まさに日本そのものなんだというね、そういうそのテーゼっていうものをはっきりで出すべきなんですね。で、神道の古神道っていうのはですね、まさに南にそのふるさとがあるということはもうこれね、明らかに分かっていることなんですよ。柳田邦夫がもちろん書いてますし、そうでなくてもですね、岡本邦夫の沖縄文化論もそうだし、神秘日本という美鈴書房から出てる本にもですね、綿密にそのフィールドワークとして書いてあります、うん、その沖縄で見聞きするその神の存在っていうのはまさに伊勢神宮の森とね同じなんですね。で、宇滝っていうね、宇滝の存在が本当ね、神道と非常に似ていて、ね、あとはまあこれ実はちょっと宣伝になっちゃうんですが、うん、4月1日に出る私の本にそれ全部書いたんです、実は21世紀の脱亜論というものなんですかね。で、沖縄は完全に日本だということです。北東アジアとは全く関係ない。蒋介石の日記ではね、沖縄日清戦争の前にもう日本になってるから、これはもう今後諦めて国際司法裁判所で判定してもらう以外ないって、日記のそういう尖閣の流れの中ではそういうふうに蒋介石はね、
あの上島さんはね、雑誌ずっとねこの問題もね随分取り上げてきたしね、あれなんですけど、どうですか、その今のこういうね状況の中でね、あの一つの方法論、まあ、こういう追い込まれた状況になってると思うんですよね。その辺はその発信してきた側としてもね、ちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、どうやるかっていうのね。いや結局ね、その我々が挑んでるものって戦後総体制っていうその総体なんですよね、うんうん、どっかの部分ではなくて、だから例えばその産経新聞が発信して、あるいはその私が預かってた正論なんかも発信を続けてきたけれども、しかしやっぱり現実の世の中に対して言うと、やっぱり情報の圧倒的な量が違いすぎるんですよね。でこれはあの少なくとも印刷媒体であったり、それから電波も地上波のテレビラジオで言うと、これはこれまでまさに彼らが握ってたものですよね。で、うん、でまあ、唯一可能性ということで言えば、そのインターネットにどれだけ良質な情報を出せるかってことに今なってると思うんですけれども、あの私はやっぱり対外的な発信はこうするべきだという方針とですね、日本国内でこういうことを伝えていこう、広めていこうということの両面作戦をやっぱりしなきゃいけない。で優先順位としてはやっぱりね、国内のその国民がこぞってこの問題に関しては声を上げるというような状況を一つ作っていかないと、結局例えば慰安婦の問題でも、でもお国の政府の官房長官がこういう談話を出しましたよねって言われたら、もうそこで止まっちゃうわけですよね、対外的には。そうするとやっぱりその部分でその国民がまずその共通の認識を持っていくっていうことにどれだけその発信ができるかっていうことにどうしても行き着くんですよね。うん、でそれでいうと、例えばその朝日新聞に対する訴訟なんかでもね、私はやっぱり言論の世界にいたから、法律問題でそれをやっていくってことには必ずしももろたれで賛成する立場に立ちたくないんだけれども、しかしやっぱりあの実際のあの報道被害というものを考えたらね、これはやっぱ法的措置に出ざるを得ないっていうぐらいの認識が朝日新聞にそもそももうないから、だからやっぱりこれしていかなきゃいけないっていうふうに言わざるを得ないんですよね。でそうしたことであのやっぱり少しずつ変化してきてると思うんですよ。ただ少しずつだけれども、ある点を超えたらドミノ倒しのようにいくだろうというふうにやっぱり思うので、そこまで粘り強くやっていけるかどうかっていうのは限界境界線があって、ね、まあ、もうそういう意味で言うと、まあ、もう蓋押しぐらい、そうだからね。でもう一つは、朝日はやっぱ商業誌ですから、その読者離れすればね、それはもう非常に応えてくるわけですね。ところが NHK というこの誠にその不思議なね、戦後日本のその、これはあの国の機関なのか何なのか全くわからないような曖昧な中で、しかし GHQ のまさに引いたレール通りのその洗脳工作を繰り返し続けるという装置と化している巨大な報道機関っていうのがあって、これもまああの台湾の報道に関してそのね、水島さんたちがされたことでその一つ風穴を開けたとは言えるけれども、しかしまだまだその NHK が変わってきてるとは言えないですよね。で朝日新聞の謝罪と似たようなもんでね、体質は全然変わってないで、この問題はちょっと冒頭 の話に戻りますけど、やっぱり政治問題なんですよね結局、そうするとその NHK のそうした問題をちゃんと認識していて改めなきゃいけないと思ってる政治家がたとえ少数でもそれを支えていかなきゃいけないってことにどうしてもなっていく、それだと例えば今の安倍総理は、まあ、歴史問題に関しては匍匐前進だとおっしゃってるから、我々から見て華々しい戦果を総理頼みますよっていうわけにはいかないっていうのは分かりますけれども、でも今は少なくともね、そうした問題意識を持ってる政治家を我々も地道に支えていくってことが、一方その発信するのと並行してしていくことだというふうには思うんですよね。小高さんはいかがですか。私はちょっと藤岡さんに聞きお伺いしたかったんですけども、その南京のことで本田勝一との このやり取り、最終的にどうなったんですか。最終的には、あのやり取りをしただけで、それで本田さんというか週刊金曜日からは、本田勝一 の貧困なる精神だったっけ、なんかずっとあのシリーズでもう 何冊も出てる本があって、でそれに収録したいけどいいですかというのが来ただけで、まあ、そういう討論をやったことは事実だから、それはあの別にいいでしょうというふうにまあ承認したんですけどね。ですけどあの討論というのは全く人を食った話でね、本田勝一はどうしたかというと、その自分 の, その
担当記者みたいな週刊金曜日の編集者と要するにやり取りしてる、ね、お茶の間話みたいなやり取りしてるのを出してきたわけですね。でこれは結局その自分で書いてないわけですね。で確かにあの週刊文春と週刊金曜日が取り交わしたねあの文書があるんですけど、ルールですね、討論の。でその中にはですね、原稿は自分で書くことという項目は確かにないんですよ、うん、ないけどそんなの当たり前だからあの選手のことを書くことはできないんで。本田勝一焦ったのは週刊新潮のグラビアにね、確かに御用のようです、あれね文章で撮ったんですよ、あの新潮社の、うんうん、文章で、だからもう使える、だから自分のコメントもっと多かったんですけど、うん、もう全文載せてと、文章で来たんだら、うん、本田勝一からね、うんうん、あれ文章で載っけちゃって御用って認めたらもう終わりですよ、本田勝一は。あの写真の御用ですよね、例のね、うんうん、でそれはもう、でただ私驚いたのは、あなたは中国共産党のそのプロパガンダを担ってる人物じゃありませんかということをね言ったら、それ全然否定しないんですよあいつはね。だからあのそれから30万はあの根拠がないというようなことについても全然否定しない。それであの唯一宣伝出してきたのは、あの何だっけ、日本人の何かいましたね、彼ので、荒先生からあの東志郎、いや違います、あの、石川達道ですね、で石川達道があの、うん、私はあのあれは何か錯覚したんだと思うんですけどね、あそこの彼が書いてることは。でそういう日本人って結構いるんですよ、あの要するにあそこのシャーカンという、まあ、ヨス港の海岸で、あの6000人ぐらいですよね。でそれはあの要するにあの抵抗をやめない、ね、あの兵士をあの処刑してますから、でその処刑は合法的な戦闘行為の延長上のことなんですよ。暴動の時の話ですからね。でそれでそのであの そういうことをね、あの後からあの知って、それでその虐殺があったというふうに思い込んでる日本人は結構あのいるんですね、ここにはね。でだからあの例えば、まあ、荒さん先生もそうだろうと思うけど、南京事件のことを話した、まあ、あの講演会などでね、その時にその終わってからですね、実はって言って、あの本当はあったんだみたいなね、で私のおじさんのなんとかが どうだっていうような話をする人必ずいたりするんですけどね。でそれは多分ね、そういうあの誤解といいますか、そういうものがね、あの元になってるんじゃないかと思ってね、荒先生のちょっと見解を伺いたいですけど。今のはね、あの石川さんが戦後、まあ戦争中もね、あの小説を書いて、それで戦後も昭和22年頃あのコメントを発表してるんですよ。それはその場内でもないし、あの場外のシャーカンとかね、そういうことの、まあ、伝聞をいかにもなんか、うん、その東京裁判が終わった、うん、そのとあの、検事側の、あの主張が出た後にね、うん、そういうことを言ってるんですよ。それを張勇のあの話じゃないんだね、うん、それとは違うのね、うん、だからもうそれはもう完全にもうあの総統選のことなんですよ、うん、それを総統選のことですよね、それを石川達郎はだから占領軍におもねったってことですよ。そうですね、その頃はね、その本田和一さん会談の本の中にあの万人港があるでしょう、あの万人港はね、はいはい、昔中国人貧乏人言われる、あの例えばこの村全員全部で、あの病気、あのネズミペスト病気でね、村全滅状態で、誰でもあの穴掘る埋めるできないから、他の省他の村から人呼んで、まあ、一生懸命掘ってね、そのような7万人口でいっぱいの100人ぐらいがいっぱい埋めるの、それでもう一つは内戦する時に、はい、国民の軍と共産党戦うんじゃないの、それで国民の軍一度あの共産党をいっぱい殺したのよ、この資料1933年か34年頃に内戦で、でその後国民とこの村戻ったら、見たら生きる人何人ぐらいだけやから仕方ないから、国民の軍に動員して一生懸命で穴掘って、
これでいっぱいの州民たちとも埋めたよ。この満人号ですよ。なるほどね。満人号非常に明快ですね。はい。この論争はね、戦後の資料と戦前の資料はっきり分けなきゃいけないですよ。そうだね。で、アラさんがニューヨークタイムズとロンドンタイムズのね、2ヶ月分にわたっての南京に関する見出し、その中に虐殺はないんですよ。戦時国際法の。はっきり言うと戦闘はあったけども、そうです。虐殺はないんですね。ないんですよ。だからそのニューヨークタイムズとロンドンタイムズのその資料はそれを使うべきなんです。で、ロンドンタイムズにはね、その14日に現任してる記者が18日のロンドンタイムズにね、戦死体はあったけど婦女子の死体は全然見なかったって書いてるわけですよ。なぜそれを前面に出さないか、それがね、第一級まず資料で、国際連盟の議事録も資料だから、その資料価値をね、積み重ねて使うっていう保守の人間に責任あんです。だからアラさんが数千堂の11万2千をねバシャッと切ったのは、その1985年ですよ。アラさん、産経新聞、これ石川さんがね、こういうスクープで、アラさんのこういうスクープで、うん、ところがアラさんのこの評価を保守の人間がしないですよ、うん、11万2千消えてんですよ、判決の20万から、うん、で、北村実っていうのが97年か8年ぐらいにさ、トラック1台しかないから数千度は無理だって、うん、ふざけんじゃないよど素人って感じですよね、うん、だそういうね、保守のね、礼儀っていうか学術的なね、フェアじゃないですよ。きちっと国際的に通用する資料があったら、それ積み重ねていかなきゃ喧嘩になって勝てないですよ、うん。その90年代私おじいさんがあの船で、おじいさん80歳おじいさんね、それ日本私の家来る時、私南京大虐殺ありますかって、おじいさんお前何言ってんの、俺が今まで聞いたことないからさ、南京大虐殺とかもしあれば、満州大虐、満州、日本人満州一番多いじゃないの、大満州世界中であの経済が一番ですよ、ね、俺があの時商売が南京いたり北京いたり足こいたり商売するからね、南京の友人は一度も聞いたことはない南京大虐殺なかったですよ、これ誰が捏造したとか、おじいさん逆に私に質問出してんのよ、うん、このことでねないですよ。あのね、まあ、これは前も言ったことですけど、私あの1995年ですか、戦後50年の時ですねフジテレビのドキュメンタリーで、南京行ったんですよね。でその時も本当に入りにくくて、フジテレビ自体が疑われててね、私北京経由で入ったんです。上海経由で入れなかったんですよ、江蘇省が。でもうずっと監視されてたんだけども、その時朝、前にも言いましたけど、朝うんと早くあの監視役が来る前に自由市場っていうのがあって、南京にそのとこ行って100名以上の人に聞いたんですね。あの95年ですよ、だからもうある程度言い始めてた頃でも、南京市民ですね、一般のその人たちで、あの知ってたのはね4割だったんですよ。南京大虐殺って知ってますかって言ったら、何それっていう、南京市民ですよこれ、その当時の、うん、あの、で聞いてるやつが4割の中で知ってる、あ知ってるよ、あれ紹介席やったんだってね、そういう人。ところがね、面白かったのは、朝早く行った時はそういう状態だったんです、うん、そしたら慌てて駆けつけてきたんですよ、うん、その共産党のあれが、うん、で、あのあれだったんです、あのなんだよ、あの突然その辺りからあの、うん、おじいちゃんおばあちゃんが来て、うん、私は背中でなんか殺されたとかね、うん、銃剣で刺されて死んだとか、この辺のあの川辺りにみんな死体がいっぱいになってたとかね、あ急に、ね、あのなってきて、証言者が急に変わっちゃった。そうだから私はね、あのそれまであの私たち自由に許さなかったの、インタビューを。でそれをやったんで、私は正直言うとね、あの当時1995年あたりかな、まだ勉強できてなくて、まあでも2、3万はやったかなとぐらいの、あの畑さんのね言うぐらいの感じで、なんか戦争でごたごたの中でね、あったかも分かんないっていう思いが実はしてたんですよ。でも南京に行ったおかげで、これは全く嘘だという確信を、逆に現場行ってね、うん、あの確信したっていうのはそこなんですよね。おじいさん言うてね、うん、国民党一生懸命台湾逃げるじゃないの、国民党一生懸命船乗ったり汽車乗ったり逃げるから、それ国民俺も逃げるから、みんな船乗るじゃないの、うんうん、それずっと乗ってるのは国民党こう逃げられないですよ。それ上の命令で、これ国民殺して、殺した後で日本軍が入ったや、うん、あそれあ日本がやったや、う
そう、その通りです。あ、その通りです、まあまあ、です全部国民党と共産党ね、やっていたのよ、ことや。分かりやすいのが、アメリカのその抗日連合、あれ国民党系ですよね。だから分かってるんです。共産党じゃない、違いますよ、国民党ですよ。台湾から台湾生まれてきた、どんどん国民党系の人間が中心なんですよ。そっから始まってる、だからやっぱりそのことするためにやって、革新犯的にやってるんです。そうです、でアイリスちゃんを育て、マイクホンダを、その初期は国民党だし、今もそうなってるけども、現実には共産党が入ってね、今はそうですね。私一番分かりやすいのはサンフランシスコの、ね、チャイナタウン。そうです、70年代に私行った時と80年代行った時、結構アメリカは実は行ってたんだけど、もう今やあのチャイナタウンはほとんど中国系になってる。みんな中国系、前は、ね、あの台湾の旗とか、あの国民党の旗がね、みんなそんな収めて、今赤い旗のご成功期になっちゃってね、5つ星の旗も国民のところかけてね、あのね、決定的な面白いのなんですよ、この写真ね、はい、これ南京陥落の皆さん2日後、天安門広間に日の丸で南京陥落祝ってるです、中国人が5万人ですよ、日の丸で、万歳で、日本軍万歳ですよ、これ2日後だから、このでっかい横断幕だとか準備するっていうのは12月7日に蒋介石逃げたじゃないですか、もうその時から準備すればちょうどピタって感じかな、で陥落がもう近いと、それで5万人が集まって日本軍を応援してるんですよ、陥落万歳だもん、これ天安門広場ですよ。いやそうそう、あのあれもね、あのフィルムの中に、あれはあの南京という、ね、映画があるんですけど、そこの中でもね、随分たくさんの人が行進したりね、うん、あの部下部下本当に、ね、やってるんですよね。ダーディン記者がね、ニューヨークタイムズのダーディン記者が書いてる書き出しが面白いですよ。つまり、日本軍が来たので、住民はあのやっとあのほっとしたと、と日本軍でそれを裏切ったからなんとかって、そこから嘘が始まるんだけど、始まる前の嘘が始まる前の話は、日本軍がやってくるから、それで自分たちのまあひどい状態ね、被害の状態はもうなくなると、というと、つまりそれ以前のね、蒋介石の軍隊が要するに散々 やられたってことですよ。それがあの事実であってね、それでね、あの最近ね、よくあのまあ、半分工作なんですけど、レコードチャイナとか、あるいはあの何でしたっけ、サーチナですか、ああいうそのネットのシナのメディアが、その日本人とね、中国人がすごく今その心の交流をしてるっていうね、そういう記事がすごく多いじゃないですか、観光客ね、で特に観光客が日本に来て感心して、日本のいいところでね、テレビでもやってますよ。でも散々それ、もうこの2年ぐらいひどい、特にも去年からその情報すごいでしょ、あれは要するにその向こうの狙いとしてはね、人民同士はあのちゃんと分かり合えるけど、問題は安倍政権なんだっていうね、それなんだけど、しかしね、僕はあれをね、逆手に取るべきだと思うんですよ。つまりね、中国人は、つまりちょっと待って、僕は話してんだから、それでね、何を言いたいかって言いますとね、つまり今のね、シナ人が今の日本人に感心するのはね、これは同じなんですよ、日本人は何も変わってないの、変わってない、70年前だろうと80年前だろうとね、日本人って変わってないんですよ。だから今あなたたちが見てる日本人は、実はね、南京陥落した時の日本人と同じ日本人なんだよっていう、それを主張すればいいんですよ。西村さんの今言ったのはそのまま主張してるんですよ、要するに中国人が全部こうやって歓迎で旗振って日本軍をね歓迎してたわけ、それでこれなんかね、もう漫画日の丸以外に歓迎という旗もあるんですよ、こっちも全部歓迎、こういうのをズバッと200枚ぐらいバーサッと乗っけてあったんですよ、中国の各地で歓迎されて、日の丸ね、日の丸で歓迎、これ外人まで上海に入場歓迎されて、外人の女の子まで歓迎してる、だから日の丸で歓迎されたっていうのは旧軍の人から結構話聞いてんだけど、だけど実際それをね証明してあげたいなと思ってもなかなか資料見つけられなかった、だからもう日の丸で歓迎された写真ばっかりずらーっと乗っけてあげたわけ。だからこれをね、だからこういうの見た時ね、一番分かりやすいのは、数が多いのは大事なんですよ、というのは1枚はやらせで作ったとかすぐ言うからね、相手はね、でもこういういろんな場面とかでそういうものを見た時ね、あのだんだんこう浮かび上がってくるっていうね、現実が、まあ、その日付が分かることまたいいよね。そうです、そうです、ね、でなぜこの本こういうふうに日の丸で歓迎されたのを作ったって言ったら、中国人がね、地図の時に2、300万ポケットから出してさ、地図、じゃ同じね、書店の主人が最近も来てますかって言ったら、いや最近は写真集、
そういうふうに言って、それで現金持ってきてますって聞いたらさ、銀霊カードだよって、銀霊カードに変わってんですよ。もう今そうなんだよな、中国は。大体そもそもあれじゃないですか、その南京陥落直後にね、あの日本軍に対して陥落記念の印鑑を作れなんて、もうね、言うわけないじゃないですか。あれ私持ってますよ、あの、ね、預けられたもうお亡くなりになった例の、はい、あの証言をしてくれてね、はい、2007年ですね。そうですね、あのお亡くなりになりましたけどね、あのそれはあのね、中国人からね、自分の名前彫ってもらってね、三島さんこれどうせもう私は亡くなり知るから、うん、あのなんとか平太夫さんだった平太夫さんそう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 、お名前ちょっと失礼しました。あのしっかりした人でね、はい、もうでも南京の大地を作った時の4年前かな、あの時の証言、まあ証言今度また一冊の方にしようと思ってるんですけどね、あのこれをね、あのほとんど90もいくつの方だったから、あの当時ね、ほとんどお亡くなりになってるんですね、うん、だからやっぱりさっき西村さんからちょうどあの時間帯でみんな戦争のことを知ってる人がだんだんなくなり始めると、これが始まる、嘘が始まるんですよ、ね、そうそうまあ誠にそういうあのことが始まっててね、あの実はそのこのアイリスちゃん公演っていうのがね、とんでもない公演ができるってことで、まあ、あの太田さんもねいろいろ取材なんか行ってもらったんですけどね、ちょっとまあ、その話もちょっとしてくれますかね。あのあやっぱり抗日連合、うん、抗日連合、はい、あのマイコホンダ、はい、ね、あのまあ資金援助してその送り出して、でその後に、まあ、インド系の候補者もこう送り込もうとしてたんですけど、はい、まあそれさえ失敗に終わったみたいですけれども、ただ、まあ、マイクホンダに関してはあの南京の資料、まあ、日本のちゃんと歴史研究してる方から直接渡されてで、ある程度こう全部を把握したらしくて、それからちょっとおとなしくはなってるんですが、うん、だからやはりそういう直接、反日の急先鋒に立たされている、そういう駒になっている政治家へのアプローチできちんとした資料を手渡しし、うん、説得するっていう努力はあの必要だと思います。いや全くそうだと思うね、うん、アメリカのフェアネスな政治、アメリカ太田さんだからもなってくれたこともあるんだろうけどね、はい、私なんか言ったらとんでもない右翼が来たみたいなね。前今度に会えたの？あ、じゃあ私じゃないですよ、あのそっちの研究してる方が直接手渡しして、それからトーンダウンしたっていうことを聞きました、ね、じゃあ今度は会わなくちゃ。だそうですね、あらかただからね、やっぱりね、いや慰安婦のことはちょっと資料持ってやりたいなと思ってます、うん、あの現実的にそういう形でね、直接的にも関わる、それからこれをやることが損にならない、得になるっていう、まあ、つまり今まで大体中国も韓国もみんなこの歴史の捏造はね、あれじゃないですか、得になると、票にもなるよ、お金も入るよみたいな、そういう形でやってきたって、この現実をね、プロパガンダ戦の、あの問題っていうのは、そこをやっぱり見なきゃいけないと思ってるんですよね。あの抗日連合っていうのと、やっぱりサンフランシスコの様子、あるいはあのいわゆるチャイナタウンのね、様子、それから、ロスとかサンフランシスコのいわゆるコリアンタウンのものすごい拡大、あのカリフォルニアのね、これはもう20年前30年前と全然違うんですよね。恐るべきあのジャパンタウンなんてほとんど韓国仕様になってるっていうね、うん、だからそこのとこもね、リトル東京なんて影も形もないです、ね、昔の、うん、すごい韓国側のやり方はえげつなくて、うん、マイコホンダは有名ですけれども、その2007年米韓対日非難決議案慰安婦問題出された時に、その下準備に当たってた下院議員とかにも、うん、ものすごいそのアメリカにいる低体教の、まあ、女性なんですけれども、うん、低体教っていうのはあの北の、ね、工作を受けて、うん、韓国で慰安婦博物館やってるグループですけれども、その低体挙のアメリカ支部の女性が、まあ、米下院の議員に接近し、うん、その男性からなぜかプロポーズを受けてるぐらいの関係になっていたりするわけですよね、うんうん、だからそういう個人的な関係も作ると、だものすごいやり、まあ、えげつないやり方で、うん、下準備を重ねてきたということ でそれに関して日本政府は本当にも私が外国の人と話して一番歯がゆいのは、最後にはでも日本は謝ったじゃないか、うんうん、この謝る文化が言葉の感覚っていうのは本当外国では謝るイコール認めるだから、これ絶対やっちゃいけないことをそのアメリカにいる日本の大使ですらやってきたという悲しい現実ですね。日本のはすでに謝ってるっていうね、はい、言い方であの
反論してるみたいなね、うん、ちょっと大きなね、誤解を生みつけ込みまれやすい素地を作ってしまったんですけれども、うん、まあ、あのやっぱりあのこの間あの川口恵美さんからねちょっと教えてもらったんですけど、あのドイツでもね、どういう慰安婦っていうのはどういう意味の訳されてるかと、慰安婦ってこれは軍による強制賠償、こういう状態だ。だから強制連行の強制というのがすごく強調されてる。そうですよね。だから軍による、うん、とは日本軍による強制賠償。だから全部朝日新聞のせいですよ。うん、そうなんですね。それ言われた時にどういうふうに反論するかって言ったら、文玉春さんって2万4000円だからの貯金持ってた人いるじゃないですか。キーセン出身で2番、うん、2大看板だった。うんうんうん、彼女はね、慰安婦やってる時に酒を酔ったやつが日本軍と兵隊が抜いたらそれを奪って刺し殺しちゃってるわけ。殺してるんですよ。うん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 、ところが無罪なんですよ、うん、だからね、性奴隷で強制で奴隷だったらね、兵隊を殺したらその場で処刑でしょう、うん、普通、うんうん、それが無罪になってるんですよ、日本の軍法会議で、うん、だからそれもちゃんとその彼女の本に書いてありますからね、それがね、だからそういうの使えばいいんですよ、中国歴史敗戦法の歴史、日本だったら慰安婦か、中国敗戦法のことを2000年後から敗戦法が、あ、敗戦法どの意味、最近誰でもまあまあ、公開されたの女性の意味が、それ白春風の言葉は中国辞典の中で全部載ってないですよ、なかったです。私辞典が調べた中国辞典、ああ 辞書の中に白春風のことなかったですよ。白春風という言葉がないのね。ないです、昔ね。現在90年代から小学館と中国商務出版社の辞典の中に入ってたのよ。どういう辞典？やっぱ白春風で、白春風、中国は白春風ですよ。ああ、それ昔100年前に中国天津 の日本の借りたところ、日本駐在か、はい、フランス駐在か、各国が中国国内で土地借りるでしょう、はいはい、その時中国人白春風言われる白春風の方、みんなアメリカのところよく行きます、それともフランス の借りるところよく行きます、うんうん、日本のところみんなほとんど行かないですよ、それ分厚い本2冊私持ってるから、うん、中国白春風の歴史 ね、それ見てから、なぜ日本軍、まあフランスどころ行かない、アメリカどころ行かないから、日本軍ものすごくおとなしいですよ、うん、で日本国内何人ぐらい女性は日本どころに来るのよ、うん、だから新井さん昔さ、我々も辞典調べたことあるじゃん、うん、ね、60年の中国、60年代70年代南京大虐殺出てませんよ、中国。そう、全然出たことない、出てないんですよ、ない。それが今出てんの、うん、だから辞典はね、はい、昔なかったんですよ。それこそ歴史修正史をやってたよね。だって南京事件のね、うん、翌々年ぐらい の要するに年間ですね、英語で出てる、はい、うん、あの年間の中にうん、南京事件っていう項目があるんだけど、うん、それは1927年の南京事件なんです、うん、そうですよ、ね、紹介席成功だ、北伐の紹介席の北伐の過程で、うん、はい、南京で彼らが外交官にね、されてそうです、外交官に残虐なことをした、それが南京事件なんですよ、うん、そうです。あの時は日本軍はその艦砲射撃もしなかったじゃないですか。誘われたけどしなかったんだよ。あれはね、シデガラ、シデガラ外交でそのあれでしょ、むやみにその発砲するなという。そうです。だから要するにあれはね、してないですよ、上海騒乱、上海騒乱の流れで南京、うん、第一次南京事件起きてるのね、うん、でそれ第一次南京事件、だから日本は違うでしょ、日本人殺しだ、日本軍はね、結局同じなんだよね、うん、今とね。だからね、一番問題なのはね、15年戦争史観の枠の中で今戦ってるんですよ、保守もね、左翼も、うん、だから今回この本ではね、その15年戦争の前のね、うん、昭和2年の上海事変とか、うん、災難事件だとか、その辺の写真、いや、それが一番重要なんです。だから全部そうですね、その辺のことはね、うん、ほとんど教えられてないし、また我々も生活の環境を知らない。騒乱で悪さやってたの全部中国ですよ、三島出兵、三島出兵ってますか、うん、だからそれ災難の時のね、この写真とね、この写真とこれ中国が出してるんですよ、これちょっとアップ撮ってくれるから、うん、はい、これね、これ南京のね、うん、大虐殺写真、まあこれほとんどこればっかりやってるんだ、全部偽造されてる、ね、こういうのだ、これが写真だっつって、うん、これ全こんな分厚い本に一面全部やってるわけですよ、うん、ところがちょっと倒れてる写真が見えるから、着物、いや、着物じゃなくて、これ見てください、これ南京大虐殺っても冬ですよ、うん、夏服着てるんですけどね。そうですよ、もうこれ見てもね、どっかの倒れてる写真をね、
寄せ集めて、まあ、もういろいろ全部全部寄せ集めですからね。だからね、これがね、要するに15年戦争の枠の中で日本軍が行った時、うん、どうして日の丸歓迎されたかっつったら、うん、中国人だけが一方的に悪さやってた、その、うん、それをね、15年戦争前のずらっと写真並べてやっちゃったわけ、うんうんうん。だからこれ見ていけば、この流れの中で中国が動乱状態になってて、うん、それで日本行けば日の丸で歓迎するの当然だよなという、一番治安がいいわけですから、そういう日本がちゃんと管轄してるところがね、そういう論理立てでやってるわけよ。あれですよ、水間さんね、あのニューヨークタイムズもね、ニューヨークタイムズでさえ、要するにルーズベルトが政権取る前に三都市の時の記事は日本軍を非常に評価してる記事書いてるんですよ。そうですよね。いやだからね、フーバー大統領でしょ。その前は。そうだ、フーバー大統領はアメリカが刺激しなければ日本軍から攻撃を受けることはなかったって大統領本でちゃんと残してるじゃない。で小森先生の本にそれきちっと。それでおまけに、だからその面白いのはニューヨークタイムズで、その三島出兵に関しては日本が目覚ましいその活躍をしてくれてね、それでその動乱を鎮めてくれたということをね。だからさ、この初めの一番冒頭に小堀先生の本引用してさ、フーバー大統領のその言葉をボンと出してるんですよ。だから15年戦争のその枠のね、またいでんですよ、フーバー大統領は。ですからあれですよ、これ上島さんが言ってたことにもつながるんですけども、戦後70年っていう枠組みだけで考えるんじゃなくてね、日米が要するに国交を結んでから161年なんですね、今年がね、日米和親条約以降ね。それでその明治維新から147年であって、福沢諭吉が脱亜論を書いてからちょうど130年目であって、日清戦争勝利から120年目であってね、日露戦争勝利から110年目の今年なわけですよ。それで大東亜戦争を終結してからの70年っていうのはその中のね、ごく一部にしか過ぎないわけで、だからそう考えれば水間さんが今おっしゃったような15年戦争なんていうね、とんでもないその範囲で、自分正直だからさ、15年戦争、15年戦争って言うんであれば分かるはずなんですね。15年戦争って左翼がガーガー言えばね、その前に都合悪いことあんだろうなと、普通俺正直だからそういうふうに解釈するわけ。それでその前をもう徹底的にやってやろうと思って、この前、ね、南京事件から上海動乱、全部バカッと写真入れてやった。だからそういう意味で言うとですね、具体的に言うとかなりね、もうアラさんのあれ含めてね、もうはっきり言うと全然ないっていうのがね、ほとんど証明されてるんですよね。事実的に言えばね、それでもさっき冒頭にね、上島さん言ったように、そのこれはファクトだけじゃなくてね、政治的な意図のもとにね、この南京とかその慰安婦ね、こういうものをやろうとしてるってことあるじゃないですか、だからただ戦う武器がないとダメってことは、ファクトってのはすごい大事なことなんですよね。それを突きつけながら、かつまたそういう政治的な意図のもとにこう歪曲しようとする集団に対してね、やっぱり戦いを持っていかなきゃいけないってことだと思うんですよね。これからやっと戦いが始まるんじゃないかな、ね。まあ、だからそういう意味ではぜひですね、この3時間目はですね、どう戦うか、いうことをちょっと皆さんとね、お話をしたいと思います。ちなみに一つですね、まあ、もうあと1分なんで、お知らせなんですけど、この一つのあれとしては、例えば拉致問題に関しては、この春から日本放送と ラジオ大阪、というところで、まあレギュラーで週1回ずつ、放送ができるようになりました。家族会含めてですね、まあ、大臣にもちょっと言ってありますし、毎週そういう形で家族の人たちの声をね、日本放送とラジオ大阪でやるようになりました。これもね、一つのね、我々のいわゆる情報戦の、ね、中で本当の声を伝えていく、でメディアをどうするかってことはやっぱりこれから問われる問題だと思います。ということなんで、まあ、いろんなやり方をね、我々考えていかなきゃ、3時間目は皆さんのさまざまな戦いのやり方をご提案いただきたいと思います。一回ちょっとお休みします。はい、3時間目になりました。まあ、3時間目はこれからのことということで、皆さんといろいろお話をしたいと思うんですけども、冒頭にも言いましたように、朝日新聞はまあ正すですね、集団訴訟、25,547 名、この時点ではなっております。まあ、ここでも締め切りましたけれどもね。で、続いて私たちは、まあ、これからのことの一つのお知らせですけれども、100万人署名運動
つまり2万5000人の人たちが1人、50人ずつ署名を取ってくれれば100万人署名になる。でこれはこの100万人はですね、もっと言えば自民党や公明党や、まあ、与党と言われる人たち、民主党に対しても100万人の人間が、あのこの朝日新聞のね、捏造歪曲報道というのを許さないというようなこと、それからもう一つは朝日新聞に、なんていうんですか、スポンサーを出している企業、うん、こういうものに対してもとんでもないことをやったら我々は本当にみんなで怒りますよと。それはもっと言えば毎日新聞や東京や中日新聞みたいな、こういうところにもそうです。それからもっと言えばテレビの、反日報道、こういうものに対しても一つの影響力を及ぼす大きな力になる。もっと言うと参議院選挙の1年もうちょっとで参議院選挙ですけど、この100万票というのがあるとしたら、一致団結してやれば、まあ、自民党から出るなら10人ぐらい、うん、もしかしたら当選するかも分からない。そうすると本当に日本を思うその議員さんとかですね、そういう人たちを私たちが選んでいくこともできる。まあこういう意味で言うと朝日新聞の、私は今あの先ほど単にその裁判闘争だけということじゃなくてですね、国民運動としてのね、大きなこの戦後体制に対するプロテストというか、あの改革運動としてこれをやっぱり捉えなきゃいけない。それから実は九州のある仲間の人たちから提案あったんですけど、あの社長、その100万人署名運動やるなら、河野談話撤回の、あの撤回要求署名運動も一緒にやったらどうですかって。一回やるなら手間は同じだから、同じ志の人多いだろうからね、これ両方やったらどうだと。あと上村さんの承認喚問そう、まあそういう意味で含めるとね、そういう形の、まあ、我々が今考えているのはそういうのとですね、もう一つはメディアの変革ですね。あの2時間目の終わりに言いましたけれども、そういうところに入り込んでいく番組を作っていく、これは私は、まあの、次考えているのはそのラジオでこういうレギュラー番組やったら、ぜひフジテレビをね、フジ産経グループなんですよ、日本放送産経じゃなくて、ラジオ大阪は、ただ今度はフジテレビの深夜枠でも拉致問題やれよと、うん、歴史問題やる枠作れよと。例えばこの討論討論なんかをね、フジテレビ深夜やったら、あの 対抗させたらね、朝まで生テレビとどっちが勝つかもう歴然としてるぞというような形のね、やり方で一歩一歩こうなんかね、そういうところに食い込んでいく、メディア この支配を突破していくっていうのが、実はもうチャンネルさんから作ったのがそういう意図なんですけどね。報道ステーションにぶつける番組を作りたい、ね、というようなことが、うん、まあだから西村さんがキャスターやるような時代になればね、そこのメディアでですね、メジャーのこういうことになればまた違ってくるわけです。そういうことも含めていろんな工夫、もっと言えば一部の人がやってますけど、あのマスメディアの株主になっていく、あの大きな 1% にも持てば大株主ですから、そういうことも本当に考えてですね、わずか1局でもいいんです、あの富士でも日テレでも何でもそうなんですけど、1局でもいいから 1% の株主になったら、そこはある程度ね、あの株主として、あのこういう中途半端な偏った報道をやめろよと、せめて朝日と産経 TBS がいいです。今内紛起きてますから。あ、そうですか。まだそういう意味でもですね、いろんな具体案としてね、国民が今あの冒頭にあの上山さんが言ってくれたインターネットの力とか、こういうものを含めてあの我々はちょっと考えたいと思ってるんですけど、こういうの前ででもさまざまなプロパガンダやらなきゃ、ところでなんか外国人、そうですね、ちょっとあのその今後の、うん、活動の一つの、うん、まああのあり方として、うん、今やあの進行していることをねお話したいと思いますけども、はい、でさっきあの冒頭にお話した通り、3月10日に国連の一連の行事があって、はい、でそれにまあ保守派のですね、私たちの仲間もまあ乗り込んで、さまざまなイベントをやったと、記者会見もしたということで、あのところがまあ産経も報道してますけども、あの向こうで会場の意地悪をしてね、というのはコリアンがですね、あの襲撃するぞみたいなね、そういうそのことを劇を飛ばしてましたから、そしてまあ山本美久さんの名前まで出してですね、ですから私はまあ大変ちょっと気になったんで、ぜひセキュリティ対策をちゃんとしてもらいたいということをまあメールで送ったんですけども、それでまあ無事あの記者会見終わったようですが、それとちょうどこうしてね、同じ日に日本側で有楽町にあります外人記者クラブですね、そこで記者会見を
して日本側の声をですね上げると、はいはい、でそれはあの何に対応してるかというと、先ほどあの、まあ、冒頭に出ました19人のアメリカの歴史家が、うん、この慰安婦問題で声明を出したわけです、うん、でアメリカ人は大体こう群れてやるってことはしないので、うん、これは非常に異例な行動なんですね、うんうんうん、であのまあ、日本の左翼の学者はしょっちゅうこれやってますから、うん、まあね、まあまあ、何のあれも新鮮味もないんですけども、うんうん、でアメリカ人は大体日本の左翼学者並みにですね、うん、なっちゃったと、こういうふうにあの理解していいかもしれないんですが、うん、この19人が名前を揃えて、うん、それであの声明を出したと、うん、いうことがですね報道されたのが2月6日なんですね、うん、で、そのただアメリカの主要なメディアはほとんどカバーしてなくて、まあ、あのコリアン系のですね英字新聞とか、それが一斉に、まあ、あの報道したと、それであのそんなことがあったってことを、まあ、我々知ったわけですけれども、じゃあその19人の歴史家の声明ってどこに出てるのというとですね、で、まあ、それあの批判しようと思ってですね、反論しようと思って、そのネットをですね私の検索能力では出てこなかったんで、それであの、まあ、作る会の事務局に言ってですね、でまあ、とにかく探してくれということで頼んだんですが、うん、結局見つからないんですよ。あ、そうなんですか。ということはですね、これ非常におかしな話で、その声明を出したとすればですね、それは世の中の人々にあの知ってほしいから出したわけでしょ、うんうん、とは知ってほしい本文がですね、あの ネットに出さないんじゃですね、これ何のためにやってるかということになりますよ。であのその本文がなくて、だけど引用された記事は断片的にこう書き書くって引用されてるわけですよ、うんうん、だからそういう声明を出したことは確かなんでしょうけれど、うんうん、その本文がですね隠されてるわけですね。でこれまあ非常に異常な、あの異例なことで、うん、それでじゃあどこに出てるか出す、うん、というとですね、3月に発行されるアメリカ歴史学会のニュースレターのような雑誌があるんですよね、うん、それの雑誌の編集者への手紙という欄に出るってことなんですよ、うん、でそれで、まあ、それをですねやっと入手しましてね、うん、それでまあ急いでその、まあ、反論文みたいなものをですね、うん、用意して、うん、3月10日にぶつけて、うん、まあ、やろうということを、まあ、計画したんですけどね、うん、でこれ実物はこれですよ。でこれがあの、まあ、向こうの雑誌大判ですから、うん、この大判にこういう形で1ページで載ってると、うん、でこちら側にですねあの署名した、うん、まあ、歴史家の名前が載っていると、うん、まあ、こういうものなんですけど、それでこの名前を見ますとね、あの、まあ、これは畑先生の批評ですけれども、うん、あのまあ、有名な学者っていうか一流の学者っていうのはね、キャロル・グラックぐらいで、これはあの日本人もよく知ってるあの女性の研究者ですけどね、コロンビアで、それであのあとはどうも大したことはないというですね、あのまあ畑先生の評価ですけれども、あのそのしかしこの中でね、キャロル・グラックの弟子だと思われるあのダデンっていうのがいるんですね。でそのこれも女性なんですけど、あのコロンビアで多分キャロル・グラックの弟子なんですよ。でこのアレクシス・ダデンっていうんですけどね、でコネティカット大学の教授なんですが、この彼女があの中心になってまとめたようなんですね、うん、それでこのニューヨーク・タイムズ、あのインターナショナル・ニューヨーク・タイムズっていう新聞にですね、うん、あの日本はパックマンと、これは毎日新聞なんですけど、毎日新聞がそのことをまあ論評した記事が出てるんですけど、うん、パックマンってのはこう食べてくやつですよね、うん、日本は周辺諸国を侵略してるっていうですね、そういう漫画を書いて載せて、それであの日本がですねこの、まあ、あの要するに侵略をしていると、そしてその延長で慰安婦の問題も書いているというですね、まあ、誠にそのなんて言いますかね、とんでもない話が、その中心人物が核になってるんですけど、でこの経過をちょっとですねたどってみますと、今年の1月2日にアメリカの歴史学会がニューヨークで開かれて、それでそこで何人かの有志が集まって話をしたことに、まあ、端を発するというんですけど、でなんでそこで集まったかというと、実は先ほど上島さんおっしゃったのかな、
要するに日本の政府が動かないと、やっぱり実際には前に進まないんですよね。でそれは私、まあ、その国際政治戦、宣伝戦、情報戦で日本はもう完敗してるという、まあ、話もありましたね。でそれは事実認識でその通りなんだけど、これどうしてかっていうと、正規軍が全く戦わないわけですよ。それで竹槍の我々が細々とやってるということですから、これはね、勝てるはずがないんですよ。で、国家で予算を取って、そのために存在するはずの外務省やその他の官庁ね、あるいは政治家が全然やらないわけですよ。逆の働きをしてるわけですから、これで勝てるはずがないんですね。ただ安倍内閣という、まあ、政権ができて、それでこれが続きそうだということが多分背景にあると思うんですけど、昨年の11月ですね、産経新聞がこのマグロヒル社の高校の教科書にとんでもない記事があるということをですね、ロスのロサンゼルスの中村特派員が、はい、記事にしましてね、それで報道して、まあ、私も本当それよりも5ヶ月ぐらい前にウィルという雑誌にそのことを書いたんですけど、まあ、雑誌は部数が限られてますから、産経が書いてくれたので、これが、まあ、皆さん知ることになって、それで政府がおそらくね、政治家主導だと思うんですが、外務省が動いたわけです、でこれは初めてだと思うんですよね、そういう動きっていうのは。で11月にマグロヒル社にですね、ニューヨークの総領事館を通じて申し入れをして、でこれは訂正してほしいというような申し入れをしたと。から12月にはですね、ハワイ大学 のジーグラっていう人物がこの教科書の執筆者なんですね、でそこに行って、やはり要請をしたと。でこれはもう著者が面会を拒否したというようなことなんですけど、それで、しかしさらにですね、1月の29日に国会でですね、稲田朋美さんが政調会長が質問をして、それで、安倍さんがこれは驚愕したと。で、戦略的な対外発信が重要だというふうに思うと、そういう答弁をされてるわけですね、でこの答弁がおそらくね、決定的な引き金になったと私推測するんですけど、これは大変なことになったというふうに向こう側はですね、考えたと思うんですね。それでですね、わずかこの安倍さんの答弁があったですね、1週間後の2月6日にですね、これをリリースしちゃった。で、本文は雑誌に載るまで伏せておいて、しかし載るぞってことをなんと1ヶ月も前からですね、2月6日にその韓国系のメディアがバーッと流したということは、これはもうなんとかこの塞がなきゃいけないという、そういうまあ流れだと思うんですよ。それで、ですけどこの記事がですね、笑っちゃうのは、その総理大臣安倍さんの発言がですね、1月29日ね、これ安倍さんの発言がですね、要するに、このアメリカの教科書の記事を訂正させろというふうに圧力をかけたんだけど、それがうまくいかなかったことに衝撃を受けたという、そういうですね、とんでもない間違った記事になってるんですよ、で、まあそういう間違った事実認識で書かれてるんですけども、ただこれ批判することはですね、でこれはセンサーなんて書いてるんですよね、検閲だと。だけど日本政府、いや安倍さんのことも、それから外務省もね、検閲だって、はい、ですけどこれはですね、どんな学問の自由といったって、それは批判を受けない自由ではないので、批判されるのは当然ですよね、でその要するに侵害だって、学問の自由の侵害っていうのは、それをですね、例えばこの教科書の出版停止を命じることのできる権力がそれをやった場合には、確かにそういう問題が生じるけど、日本政府にはそれを差し止める権利何もないわけですから、権限がね。ですから、そして日本の名誉を汚される記述について政府が行動を起こすのは当たり前でね。ですから外務省がちょっとヘマをやったっていうようなコメントがネットにもはびこったんですけど、私はそれは間違いで、ちょっとでもいいことしたらですね、やっぱり褒めなきゃいけないというふうに思うんですね。それでどんなことがですね、じゃあ元の教科書に書いてあるかっていうことで、ちょっとまあこれ外務省訳があるってことは分かったんで、これをまああえて使うんですけどね。でここに例えば20万人というのがまた例によって出てくるわけです、この教科書の記述ですよ、でこれはマグロヒル社っていう、まあ、教科書会社が出した高校の世界史の教科書なんですけど、
でこの20万人ってもともとの起源皆さんご存知でしょうか。あの韓国の新聞が20万って書いたんですよ。そしてそれは戦争中にあの徴用された女性が20万で、そのうち5、6万が挺身隊として、まあ、慰安婦されたっていうようなことを書いたんですよ。でそれが千田夏侯が引用して、それからその千田夏侯の記述をまた誰かが引用してるうちにですね、20万人全員が慰安婦だって話になったんですね。でそれが20万の起源ですよ。何の根拠もないんですよ。でそれが20万人書いてる。そしてですね、まあ、あの他にまあいろいろ論点がありますけど、やっぱり一番ひどいのはですね、この、天皇陛下にですね、天皇陛下の贈り物だとして、この女性が提供されたと。でこれはねやっぱりあの外国の元首に対する侮辱ですね、で日本人に対するこれ最大の侮辱ですよ、でだから慰安婦問題自体が日本人を貶めるですね、あのそういうネタとして作られたんですけど、しかしそこに天皇を絡ませるということによってですね、要するにまあ彼らの何て言いますか、日本人に対する侮蔑感っていうものをですね、まあ、極限まで表現してるわけですね。非常にあの韓国的ですね、アメリカよりむしろ。でね、これがアメリカのハイスクールの教科書に載ってね、それで高橋郎さんがこの教科書で教わった、あの高校生とインタビューしてるんですよ、である、まあ、あの学生はですね、まあ、3時間ぐらい話したらしいんですけど、もうその最初から最後までもうあの、まあ、泣いてたって言うんですね。でそれだけこの日本人にとってはこの教科書で教えることは苦痛ですよね。もう耐え難い苦痛だと思うんです。泣いてるのは日本人の その高校生、ね、学生が、高校生がですね、アメリカにいる日本人の高校生が、あのこの教科書で教えられたらたまったまじゃないですよ。もういたたまれないですよね。ですからこれはやはり、あの絶対撤回させなければならない記述で、それで10日にですね合わせてあの日本人の歴史家のですね、声を集めようということで、これはまあ畑先生が中心となってね、私が事務局的な立場でやってるんですけども、で10日に申し込みましたらですね、あの特派員協会はあのそれぞれの立場 の、 まああの発表はね、まあ散々やったから、このテーマについてはね両サイドから人を呼んでやるってこういうわけですよ。だからまあその記者会見はそれでダメになったんですけど、まあ、逆に提案されてきたのはですね、畑先生と大沼康明さんっていうあの元東大のまあ国際法の先生なんですけど、で今明治大学の特任教授らしのようですが、でそのお二人でこの慰安婦問題討論すると、で、まあ、当然この教科書のこともですね、話題になるはずなんですけど、でそこで、やりましょうってことになってんですね、あったんですね。それで17日の火曜日の、まあ、12時から最初ランチを取って、でそれから2時まで、まあ、討論をするということになっているので、まあ、その場でですね、あのこの教科書の問題点などもですね、あの議論されるということで、これはですね、私はだから19人のアメリカの学者が発言したことは困ったなというふうに思う人がいるかもしれませんが、私はこれも大チャンスだと思ってるんですね。というのはこれアメリカ こういうふうに声を上げた以上ですね、これはもう公開討論をしましょうと、ね、いうことで、あのこの次の段階では要求できるわけですので、まあ、そういう意味でね、これはあのいよいよアメリカで の、 あの本格的な論争の始まりだと。で事実はあの慰安婦の強制連行なんかなかったわけですから、どんなことがしてもこちらが負けることはないんですね。だからこれはあの大きなきっかけだというふうに私は思ってますけど、しかも19人はね、名前を明かしてるわけですからね、全部名前明かしてますからね、だから逆にチャンスなんですよね、だから非常に逆にやってくれた方が良かったっていうのはね、やってくれた方が良かったですからね、クローズアップされるしね、取り上げられない、まさにリビジョニストの19人がね名乗り出たと出たということですよ。日本の、ね、リビジョニストとはっていう、ね、日本ですから、まあ、19人に対してね、これはまあジョークで19人に揃えてね、やるのがまあ面白いだろうと。日本戦戦う時、政府がね訂正を申し入れるっていうのは、それはあんまり良くないですよ、確かにね、いや民間の方が先立ってるのがいいけれども、私はでもですね、これだけ侮辱されたらやっぱりアクションを取るのは当然だと思いますね、まあ、これ官民一体となってこうみんなやっていくことになると思うんですけど、ね、例えば向こうの新聞に出すのにこれが事実だとかそういうんじゃなくて、いろいろな資料、さまざまな資料がね戦後出てきてますと、共同研究しませんかって、そういう形でその向こうの世論にね訴えかけるような、そういう
広告、そういうのが必要なんですよ、ね。具体的にどういう要求したかってことは、まあ、全然公表されてませんし、うん、我々も知り得ませんので、ね、分かりませんけどね。だからこれ逆にその17日ですか、はい、17日ですね。こういうのはちょっと本当に結果もちょっと教えてもらいたいしね、はい、あの様子もね本当は中継、ね、中継やたらにたくさん来るみたいな風、主催者はそう言ってます。ああそうなんですか、はいはい。まあ、そういうやり方とかね、いろんなことをこれからちょっと本当にね、ことが、水間さんが今おっしゃったことも非常に重要なことっていう、うん、あの逆にその向こうのメディアを使いながらっていうかね、だから逆あの、まあ、おもねるっていうのとは違うんですけども、おだてて入り込むっていうね、共同研究しませんか、それが、ね、大事だと思うんですよ、うん、それとね、だからあくまで学術的な、ね、あの形で、ね、あの証拠と論理に基づいて議論すると、うんうん、感じようじゃなくてね、そういうことが必要です、ね、あのやっぱりね、それとさっきその政府の問題言ったけどね、私思うのはね、やっぱりあの政治家だけにね、あの勇気を求めてね、うん、お前だけ特別に言えっていうことは無理ですからね、これ、うん、あの選挙もあるし、いろんな外的マスメディア、反日メディアばっかりなんだから、このだから、まあ、安倍さんも含めて、政治家だけにお前勇気持ってね、やれっていうんじゃなくて、まず国民が大丈夫だよっていうのを作っていくようなね、あの民間でね、頑張ってね、こういう事実関係とか、全部やって、発言しても大丈夫なように持っていくとかね、いうこのやり方もね、私は考えなきゃいけないと思いますね。去年ね、うん、去年の6月に自民党 の、 その国際情報検討委員会、はいはいはい、そこに招かれて、その情報戦の戦い方、はいはいはい、だからニューヨークタイムズも喜ぶようなシンポジウムをね、国際シンポジウム、うん、ちょっとね、その研究者2000万ぐらいの、ね、調査資料を出してやって、世界中から集めて、うんね、20世紀の女性の人権の不幸の、うん、それを繰り返さないための国際人権、うん、その未来のためにとかって、そういう表題をつけて、うんうんうん、それでやればベトナムの問題だとか、ロシア兵の問題だとか、そうですよ、うん、そういうのをね、あの東京国際フォーラムの A ホール5000人入る、で1週間ぐらいやって、総括をそこの5000人のホールでやるとかね、したらね、猪口さんゲラゲラ笑ってましたよ、あの外務大臣やってた、いやそしたらだって日本軍が取ったね行動が一番人道的だったとか、全くそうですね、もう歴史事実としてそのシンポジウムで浮かび上がってくるわけじゃないですか、ですからね、歴史的にね、慰安婦問題を人権問題、女性のなんか人権問題にするのはすり替えだっていうことが、うん、まあ、言われますよね。でそれはその通りなんだけども、しかし人権問題をじゃあ正面からやってみましょうと、逆用してね、今おっしゃったようにですね、うん、そうですね、非常に重要なことです。今現在あの東南アジア対その他でもですね、うん、本当にあの子供が売られてるんですよ、うん、あのそのセックス産業にね、大体北朝鮮からどんどん売られてるわけですからね。だからそういう実態をですね、もちろん中国の、ね、うん、あのチベットやなんかに対するだからそういうその人権状況っていうのを日本人がね、あるいは日本政府も、うん、あのこれ率先してさっき、まあ、あの西村さんおっしゃったことだけども、それをやっぱり調べて、そして明らかにして、まあ、問題点をですね議論するというようなですね、やっぱりイニシア自分を取るべきですね。でそういうふうに 500億円をどんどん使っていけばね、これ単発じゃなくていろいろあのテーマを変えてですね、継続的にやるべきですね、うん、だからそういう流れをですね、だからそのこれから作っていくじゃないですかね。500億の話出て、今年の1月の14日も招かれて検討委員会、うんうんうん、それでね、500億を2年3年先なんですよ、あれ、うんうん、上海とかいろんなとこ作るとか言ってるの、うんうん、それじゃもう間に合わないでしょ。だからとりあえずね、数ヶ月内に半年内にね、インターネットにジャパンハウスを作ってくださいと、うんうん、そんなお金かかんないから、いや、まあそういうことですよ、うん、バーチャルなものでいいんですよ。それからもっと言えばそういったイベントね、さっき言った、うん、あの討論の場とかね、会議とかシンポジウムとかね、こういうのガンガンやってもらいたいと思うね。箱物なんかはっきりといらないというかね、うん、借りればいいんだからね、うん、あのというようなことをね、うん、まだだからビジュアルでなんか博物館があって、うん、というイメージ持ってるけど、それはもう古いですよ、ね、うん、抗日記念館じゃないんですけど、ね、だからちょっとね、うん、そういうものも含めてね、あの、皆さんでちょっとお伺いいただきたいなと思うんですけどね、要するに電子ライブラリーですよ、うん、そういうのがよっぽどいいよね。ただね、外務省はその天下りの先があんまりないんですよ、うんうん、利権官庁じゃないから、うん、だから500億で、うん、そういう枠、そういうことでも少し官僚も乗っちゃってるとこあるんですよね、あれね。だからバーチャルな相当を務めさせてやろうかなと、うん、あのまあ、いうような一つのやり方をこれからね、うん、やっていかなきゃいけないと思うんですけども、うん、あのどうですか、原さんね、これもずっと、ね、今日はまあ南京とその慰安婦なんですけど、うんうんうん、あの やはりとりあえずはもう慰安婦でね、どんどん攻めていくべきだと思うんです、うん、というのはね、あの数年前にあのアメリカのニューメキシコ州に行ったんです、うんうん、
そこにあの原爆をあそこで原爆開発したんですけど、うん、その記念館、うん、ドサラモスに行ったんです、うん、それで、そこにあの広島に落とした原爆と同じ模型があって、うん、あと長崎に下ろした原爆の模型があって、うん、それでずっとぐるぐる回ってたら年表があるんですよ、うん、それで第二次世界大戦が始まって、うん、ドイツが負けて日本が負けて、それで一番前の方にね、うん、日本が南京で虐殺をやったって書いてあるんですよ、うんうん、そうですね、そうすると対応してるんですよね、30万人がアメリカはやっぱり、うん、そう簡単にはね、うん、この南京で退かないんじゃないかなって気がするんです、まあ、それから考えるとね、慰安婦はそんなにアメリカがあのコミットしてないんで ね、 さんね、これ新相場の台本をこれ見つけてさ発表して13年経ってるけど、今桜井さんの名前で出てるけど、うん、この中に慰安婦一つも入ってない、うん、だから南京は入ってるんです、うん、虐殺やったって、まあ、東京裁判だからね、慰安婦なんかは何も犯罪があってない、だから慰安婦を攻めるのはアメリカは受け入れやすいってことですよね、どちらかっていうと、ね、いやだから極端な話ね、これはまあちょっと今なかなか難しいと思うけど、あのなんとか像あったじゃないですか、慰安婦像みたいな、うん、あの女の子が座ってるようなね、あれの 横にね、本当にね、原爆を落とされて、ね、死んだね、うん、あの日本の少女のね、うん、写真を置いたらね、グレンデル氏どうするんだろうっていうね、うん、やる気しますよ、我々は本当に日本人は我慢してるんですよ、我慢というかね、あの民間人を大虐殺されても、それこそ東京大空襲でね、殺されてもね、過ぎたばっかりですけどね、うん、いや今三島さんおっしゃったように、うん、本当にその東京大空襲とですね、うん、それと3月11日の震災っていう2つのその、うん、災がですね、うん、あの戦後70年にどういうふうに意味を及ぼしているかってことは非常に、うん、あの深い意味で今捉え直す必要があると思うんですね、うん、で東京大虐殺は本当にあれですよ、あの大空襲じゃなくて大虐殺と呼ぶべきだしね、大調査という、それで例えばお台場にね記念碑作ったっていいと思いますよ、うん、虐殺の日を、ただねみんなねちょっとうっかりしてるところはね、うん、3.10 ってみんなそればっかり言ってるでしょ、ああその前にだっていっぱい、いやその前じゃなくて5月24から25にかけて、うん、ね、焼夷弾の数は2倍以上、うん、地域は3倍以上、それで原宿に集められた、ね、これ原宿に集められた焼死体ですよ、うん、ね、石川光雄さんが撮った、うん、石川さん、うん、でこれは石川さん、あの GHQ から提出命令出て庭に埋めてたフィルム、うん、あの東方社の方でした、ね、うん、そう、おんどり社ですよ、うん、おんどり社、それでこれ国会議事堂ですよ、うん、で自分はその こっちの方かな、こっちの方にもいっぱい出してますけど、しつこくね、うん、アメリカを攻めてるんですよね、うんうん、要するにそれに謝罪するのに歴史認識を語る資格ないと、うんうん、要するに山手がやられたっていうのが日本人知らないんですよ、八王子から渋谷なんか廃墟ですよ、いや全くだからそれはほら抹殺されてるじゃないですか、そうそう、そっちの歴史がね、でこれは伊勢丹、新宿なんか廃墟ですよ、完全に、うん、これ伊勢丹ね、うん、うん、いやだからね、今言ったそこの部分で東京裁判の士官というのはね、今言ったの2人から指摘があった ね、 ここにね、そこの方が消されてるんですよ、結局それここにね、うん、帰らざるを得ないんですよ、うん、ある時期絶対帰らざるを得なくて、うん、ただね、日本とアメリカはやはり偉大なる和解をね、うん、本来的にもすべきなんですね、うん、今は見かけの和解だけだけど、ね、さ我々ね、あの学校で中高ぐらいで習った時、うん、なんとなく記憶残ってるのはさ、アメリカはね、紳士的でね、文化的な施設だとか爆撃の対象から外した、帝国ホテルのライト設計したのも外した、そういうふうに教わったはずなんですよ、ところが宮殿、宮内庁の宮殿爆撃されて完全に全部全焼ですよ、皇居焼かれてるんですよ、皇居焼かれてるのにアメリカ大使館は無傷だから、皇居を爆撃の対象にして燃やしちゃったわけですよ。いや、そうですよ。それ封印されてるんです、戦後結構公共保守団のね、最初の人たちは何をやったかというと、崩れた石垣、それからぼうぼうとした廃墟の中のね、うん、あの草むしりとかね、そういうのを始めたんですよね。待ってください、はい、あれ3月10日の時はもう高度 B20 が下げましたよね、うん、ちょっと待ってください、慰安婦問題国際社会で議論するときに、うん、私はこの今3つの言葉が使われていて、プロスティチュートと売春とコンフォートウーマン、なんか快適な女って何なんだっていう訳なんですけれども、うん、それと、セックススレーブ、性奴隷と、うんうん、でこれをそのご都合主義で使われてやられている可能性
がすごいあるので、うん、私やはりその慰安婦という言葉、その先ほど西村さん指摘したように、うん、その人道的な軍隊の中でのあるシステムだったということを、うん、その微妙な部分をちゃんと説明するためにも、うん、きちっと慰安婦っていう言葉定着させる努力をしなければいけないなと思って、でそれなんでそう思ったかって、イギリスのオックスフォード大学で90年代ですね、そのコンフォートウーマン慰安婦問題のシンポジウムが開かれたそうなんです、うん、でそこでオランダ人の将校が発言した時にはっきり言った、その参加してた人から聞いたんですけど、うん、イギリスにいる日本人がね、うん、そのアジアの女性はプロスティチュート、売春婦だと、うん、戦時中ですよ、でオランダ人女性はセックススレーブ、性奴隷だと、うん、そのオランダ人将校が言ったそう、うん、でそこにいたその退役軍人の日本人の将校がいやそれは違う、いろいろ言った中でな、その定義はなんでそういうふうに君はそう言うんだって言ったら、うん、まあ、ちょっとひどい話なんですけれども、その白人の男性はオランダ人はかっこいいし足も長いから、アジア人の女性は喜んで抱かれたがるからプロスティチュートだと、で日本軍は足が短く、日本の男性はまあブサイクだから、それは白人の女性が喜んでそういう抱かれたいと思わないからセックススレーブだという論法で、そこでそれがなんか当たり前の空気の、うん、だ、あ、白人アングロサクソンの一つの本音ってそういう部分にあるのかなとか思ったんですね。だからそこでやはりこの3つの言葉それぞれご都合主義で使われているので、ちゃんとここで慰安婦というもので、プロスティチュート、売春っていうと今度、まあ、韓国の女性も今世純大学のパク・ユカさんというこの研究している方、うん、韓国ではすごいバッシングされているけれども、うん、ある意味日本軍と同志のような形で、うん、本当にこう傷を舐め合って生き抜いた、うん、そういった部分もあるので、単にこの売春婦というプロスティチュートという言葉を当てはめるよりも、うん、やはり慰安婦という、まあ、微妙な言葉なんだけれども、うん、それを、ね、きちんとこの説明することは逆に、まあ、ある意味その韓国の今プロパガンダに利用されている慰安婦の女性をある意味こうちゃんと救済する、救済する、救済になるんですよ、うん、はい、それこそあの人権を、あの彼女たちの人権を守るためにもね、今大高さんおっしゃったこと重要なことで、慰安婦っていう言葉の再定義が改めてここで重要になってくるわけですね、うん、そうだね、その日本語の慰安婦っていうのを広めようと、そういう提案ですか。そうです、そうです、そういうことです。慰安婦で、まあ、ローマ字でもいいんですけれども、うん、やはり細かい説明が大事だと思います。ぐちゃぐちゃになってるね。さっきもちょっと言ったけども、あのドイツではね、あの強制軍による強制買収、うん、これが慰安婦のって、まあ、いわゆる我々のね言われてる強制買収、あのだから強制ってついてるね、軍によるというようなことがあるから、本当にその慰安婦なら慰安婦とかね、コンフォートウーマンとかいうそういうものも含めてね、どういう意味合いをその人が言ってるか、うん、だからはっきり言葉のあれをやらなきゃいけない、うん、セックススレーブとどこが違うのかとかね。今日はね、韓国の話題がほとんど出なかったんですけど、うん、今大高さん言ったことも重要なことがあって、あの世純大学のパクさん、うん、パク教授のね、はい、あの本が帝国の慰安婦だっけ、帝国の慰安婦、ね、あれが発売禁止になっちゃうっていうんでしょ、韓国で。もうとんでもない言論弾圧国家ですよ。そう、本当真面目な本でしょ、うん、あれは客観的にか書いた。そうですね、まあ、日本の植民地支配は批判はしてるんですけれども、うん、ただ慰安婦は一言でパク先生の論調を言うと、多分この日本軍と同志的な関係であったということを主張されてる、そうそうそう、論理付けてその歴史的に検証した本なんですよ。それが名誉毀損に当たるっていうことで、裁判で出版差し止めですよ。今出版差し止め、だからあの東京医科歯科大学の房山先生で、新さん有名な話あるよね、終戦の時こんな 何万か知らないけどさ、お金慰安婦こう現金やって貯金もできないからって、最後戦闘機買えないような日本こう負けそうになってる時にね、このお金で戦闘機買ってと、そういうふうにあのお金を持ってきたと慰安婦が、そういう慰安婦がいる、で房山先生それ言って笑い話のように言ってたよね。まあでもいたんだろう、いやいたんですよ、だから一体化してたんですよ。そう思いますよ、このお金で戦闘機買ってみたいな感じで。どうですか、上島さんは今ちょっとね、このこれからのことを含めてね、うん、さあまあ冒頭からも言ってるって言ってるんだけどね、うん、いや
もちろん個別のね、例えば慰安婦とか軟禁だとかっていう問題に関して発信していくことは大事なんだけど、結局ね、日本人がね、その大きな日本の物語を取り戻さなきゃダメなんだと思うんですよ。それはまさにその対外的な関係で言えば、まあそのペリーが来て以後でもいいんだけれども、要するにその世界史の大きな流れ、この場合世界史っていうのは別に西方人が作った世界、書いた世界史じゃなくて、その1400年代 の、 その大航海時代以後 の、 その世界分割の時代があって、でアジアが本当にアジア、アフリカがヨーロッパ人によって全部線引きされて、でその1400年代にローマ教皇が教皇守護線って引いてるでしょ、その後ポルトガルとスペインがそれぞれ分割する勝手な線を引いていて、でもちろん当時の日本人は知らないけれども、日本人は、日本という国は当時その近畿あたりで線が引かれていて、ちょうどで そこから緯度が高い方がスペインで、低い方が、あ、低いじゃない、赤道に近い方がポルトガルってことになってたわけですよ。つまりそういう中で我々 の、 その明治の日本人がその世界と国際社会、当時の国際社会と付き合っていかざるを得なくなってっていう、その長い歴史の中でね、我々日本人がどういうその生き方をしてきたかっていう、その大きな物語がまずないんですよね、戦後の日本に。でそれはまさにその大東亜戦争の敗北で、東京裁判っていう一つの儀式が一番日本人の中から消し去りたかったのはその物語ですよ。でそれを失った中でね、その私たちは個別に慰安婦や南京やっていうことを、もちろんそのことがどうでもいいってことでは全くないんだけれども、でもその大きな物語に至るっていうことを見据えてやっていかないと。だからその短期的にはね、いろんなことを、例えば今外務省が500億円あるんだったらそれをどう使っていくかって話は大事なんだけれども、その大きな物語を取り戻すっていうところを、少なくともその何て言うかな、その私たちの仕事をする者にとってはそこの提示が絶対必要だと思うんですよね。でそれがないと、じゃあなぜあの戦争を日本が戦い、しかもその中でいろんな苦難がある中でどういう選択をしたかっていうことにもやっぱり思い至らなくなってしまうと思うんですよね。だからそれがあった上でないと、また白人が、つまり白人の文明国がその有色人種の国に一体何を成したかっていうこともわからないし、これ東京裁判もう一つ消してるのはまさにここですよ。人種対立っていうのが背景にあったっていうことを全く見えないようにしてるんですよね。で少しその技術的なことになると、先ほど皆さん方おっしゃったけども、その発信するときに、例えば私今ちょっと必要があって東京裁判の資料をずっとこうちょっと調べ直してるんですけども、当時例えば永久戦犯、いわゆる永久戦犯にはみんなアメリカ人の弁護人もつきましたよね、一人一人で、ああいう彼らがそれぞれ一体どういう発信をしてるかとかっていうようなことを集めてみるとね、やっぱり日本人が言わざるとも彼らの言葉を持って私たちの主張がかなり追求できるんですよ。ただしそういうものは全く封殺されているし、裁判自体でも証拠と、あるいは証言としても取り上げられてないんだけれども、でもそうしたものをね、つまり日本人が言うと自己弁護っていうふうに彼ら切ってくるから、だから例えばアメリカに向けては、じゃあ当時のアメリカの弁護人が何言ってたかあなたはご存知ですかとかね、そういうようなことが多分効果があるんだろうと思うんです、具体的には。でもそうしたことをするのはなぜかっていうと、やっぱりその我々の父祖が歩んだ大きな物語を私たちが本当に取り戻すんだっていうこと、うん、で大きな物語さえしっかり取り戻していれば、なんていうかな、その一つ一つの割と細かい歴史の事象に関してね、日本人としての自信が揺らいだりとか誇りが揺らいだりってことにならないと思うんですよね。だからそこに至る道筋っていうことで、やっぱり最終的には考えていきたいというのが私の考えなんですけど、それはね、教育の問題になると思うんですね。先生、どうぞ。多分ね、上島さんおっしゃってること、別の言葉で言い換えれば、そのいつまでね敗戦国で甘んじてればいいのかっていうね、我々 の、 その意識の問題にもなるわけで、なるし、それでその意味軸もね、最近大きがね、大きい、外交部代表がですね、元日本大使がですね、敗戦国であることを日本は忘れるなってねそれを言ってるわけでしょ、70年目だからね、それは まさに そ、ね、それですよ。ですから ね、 今ね、この間メルケルが来た時もね、あ、メルケル 何しに来たんですかね、あれ、まあ、あれは両方なんですよ、中国カードを中国にオンっていうのは貸しを作ること、
で逆に日本とくっついてるからくっついた形で日本カードを中国にも示すみたいなね、うん、非常にしたたかなあれだと思うんですけど、ただあの中でドイツが今やってるのはさっき言った敗戦の問題で言うとね、あれはずるくうまくやっちゃったんですよ、うん、ドイツはね。そう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 、だけどまだ彼らもでもナチスの問題とかねいうもので敗戦国としてのね位置はまだキープしちゃってる、うん、もっとひどいですけどね日本は、うんうん、そこで、うん、あのね今70年代 の雑談で北岡さんがこの間ね、うんうん、要するにその侵略という文言を入れるべきだ入れてほしいと、うんうん、で日本は悪い戦争をしたっていうふうに語ったわけでしょシンポジウムの中で、うん、で少なくとも戦争で悪い戦争いい戦争とか要するに聖者の観念の中で日本をこう仕留めておくっていうことから我々やっぱり超えなきゃいけなくって、うん、それは今さっき西村さんおっしゃった通りで、でそのために何が必要かっていうことで考えると、うん、さっき私が申し上げた長い射程で見れば、うん、そういう戦争の中でね結局はその生存のための戦いをそれぞれみんなが繰り広げている中での力の強弱で結果そうなってるっていうことですよ、うん、で実はね、うん、実は好きであのちょっともっと大雑把に言ってしまえばそういうことなんですよね。でその中で日本一人がそのある時点からここから極悪な国家みたいに言われる筋合い本当にない話で、なぜならばその前史を我々を振り返ってみましょうって言ってみれば実は済むことなんだけれども、そうさせないように結局はそのこのね先の大戦の戦勝国が作った枠組みをずっと維持しようっていう装置が働いていて、でそれに加担する日本人がいるということが本当に問題なんですよ。今日1時間目に僕が最初に言ったのはね、日清戦争勝利120周年なんですね今年はね。それで日露戦争勝利110周年なんだけど、この70年間この2つの戦争の勝利を、ね、日本政府主催で祝ったことは一度もないんですよ、ね、こんな異常な国はないですよ世界中に。本当は、ね、国じゃないですよ、うん、ありえないことですよ。主権国家とは言い難い。ありえないことですよ。結局ね、その戦争を正義と不正義みたいな二分法でしか日本人見られないようにしてるから、自分たちが一生懸命戦ったそういう意味での戦争に対して、うん、ある種素直に喜ぶっていう感覚を持たされないようにされてるんですけどね。で、さっきのヨーロッパで言うと、ヨーロッパはやっぱりその戦乱の歴史が長いから、例えばナポレオン戦争後のウィーン体制だとか、それから第一次大戦後のベルサイユ体制だとか、いろんな枠組みでどういうふうに処理しようかっていう、うん、まあ、ある種の学習をすごくしてる、まあ、そうですね。そのたんびそのたんびにね、祝ってるわけだから。そう。で、そのたんびそのたんびにね、国境線が変更してるところでしょ。だから、お互いがある部分で妥協しなかったら持たないって彼らは思ってる地域だから、うん、ある種のドイツとフランスの和解、本当の意味の和解かどうかわからないけれども、うん、あの関係は持つけど、そうした予見、歴史的予見って日本と例えば中国韓国の間にないんですよね。というのはね、やっぱりね、世界中で冷戦が残ってるのはね、北東アジアだけだっていう問題誰も指摘しないっていうのはおかしいんですよ、うんうんうん。だって共産主義国家って今地球上に数少ないわけでね、そのうちの、まあ、ベトナム入れればねほとんどがアジアにあって、それでその中華人民共和国と北朝鮮人民共和国っていうね2つの全体主義体制が日本のすぐ横にあるわけじゃないですか。だから冷戦が残ってる唯一の場所ですよ。それがだからとてもヨーロッパ的なね、そういう今その上島さんおっしゃったような形で調整していくようなね、そんな知恵がある国じゃないんですよ、うん、そう。だからそれを前提にしないとダメで、外務省なんかはそれが例えば和解ができるみたいに思ってるところがその前提がないことには分かってないから、そうなんです、うん、ね、この中に入れたんですけど、うん、毛沢東が感謝していると、公文のおかげなければ自分たちは政権取れない、うん、 ね、それで一方的に日本を攻めるのは不公平だと、それは小平の言葉ですよ、うん、そこまで言ってね、でブレクニーのそういう東京裁判の言葉だとか、うん、全部いやらしい言葉全部入れてあげましたよ、うん、この中に。ブレクニー偉大ですね、うん、いやだからね、さっき冒頭に、冒頭じゃない、あの上島さんがさっき言った物語の話ですけどね、一番の物語はねやっぱり東京裁判のね、あれがきちんと冒頭から終わりまで判決のあれまで我々はちゃんと内容を知るべきなんですよ、うん、ところが、これ前に渡辺翔一先生と私でその日本財団に頼んでね、東京裁判の全てのフィルム、うん、記録フィルム、これあるんですよ実際は。絶対アメリカ出さない、うん、あの南京の部分もね、あの松井大将が証言したこととかいろんな人たちの、これがあるいはその裁判式から何から含めて一部は出てますけどね、あの東京裁判って3時間だか5時間のあれありますけど、あれ本当に一部ですからね。で我々はあれもう一回ね、
本当に物語取り戻すっていうのはあれがスタートになってるんで、うん、あの日本政府にねもう50年経ってますから、ね、情報公開すべ、ね、ての東京裁判の冒頭から終わりまでのフィルム、これお金出してもいいですから、私はあの500億使ってなんとかハウスなんか作るならね、あの 5億10億で当然フィルムのダビング代だったらできますよ、ね、これを やってみんながきちっとね、どういう形で我々の国 の、まあ、いわゆる永久戦犯と呼ばれる殉難者の皆さんも含めてですね、あの判決を受け、それから証拠は全部棄却され、あのやられてたかっていうのね、これはやっぱり私見るべきだと思う。これをやるとね、少なくとも私たちが何を奪われ、そして精神的に取る、あのこう何で失ってたかっていうのはね、私明らかになると思うんですね。そこでなんか初めてね、うん、やっと立脚点がね定まってきてあ、うん、のであってね、右とか左とか関係ないんですよ、ね、ですね、まず最初の第一歩ですよ、それが。朝日新聞の法廷記者団長、東京裁判、上と言ってあるじゃないですか、うんうんうん、あれの総括にいわゆる懲罰作業は終わったって総括してるんですよ、うんね、それ使えばいいんですよ、東京裁判は何なんだと、うんうん、で朝日新聞の総括に懲罰作業は終わったってちゃんと文章入ってますよ、うん、それなんですよ、だからそれ使えばいいんですよ、まあ、それが本質ですからね、朝日新聞にちょっと助けてもらうっていうかね、あの東京裁判、うん、中国国民は13億人の中で 99% も知らないですよ、そうでしょう、何も知らないですよ、うん、それで現在習近平は日本戦う武器として、まあ、今年9月3日から中国軍事パレードをやってるでしょ、うん、まだ安倍首相を呼んでるでしょ、うんうんうん、それで国民は、あ、習近平政権は自分はしっかり逃げるために世界に見せるのよ、うん、実は中国共産党毛沢東時代はハスマン殺したでしょ、世間しっかり逃げるために、うん、鄧小平時代に天安門大虐殺、江沢民時代に法輪功弾圧して、うん、それで今の胡錦涛は同じあのチベットと新疆ウイグル族を殺します、うん、それ習近平は日本ですよ、うん、ね、ただ習近平これから日本対する武器は、自分は今国民が戦勝正月前にあの中国、まあ無知の無知の国民が13億やから、まあしょうがないから、習近平神様みたいで、あの写真がどんどんどん売ります、家の中で飾ってな、毛沢東に負けないからネット上でそれ見てるのよ、それ顔もなんか顔は同じで、みんな、ね、あ、息子違うかと言われてるし、最近さんにねウォッチしておいてもらいたいのは、前暗殺率出たんでしょ、暗殺習近平今まで5回目暗殺に、習近平じゃなくて日本の言論人の暗殺リストが出たじゃない、 あります、あ、200名ぐらい日本人暗殺の、あらさん入ってんの、入ってるのよ、入ってる、この名簿今もあります、はい、ただ今習近平は今話3年前に某西北斯坦作ったでしょ、習近平は、次は台湾と中国のあたり、すぐ台湾領土入れるように、空港のなんかあの通路も作ったから、まあ、台湾どういうふうに反発かどうか、習近平超軍超国、まあ、軍隊強くなるし国が強くなるのか、実は自分は反腐敗反腐敗言うけども、偉いさん、大使と一人様もおれない、全部国民ね、あの常在庫は同じ中国遼寧省の出身で、農民たち出身、周囲子この間つかまだ今まで周囲子の罪名が公表しないでしょ、実は周囲子は2012年する時、胡錦涛とあの北朝鮮の張沢と話しする時、清水の話で、周囲子ね、あの北朝鮮の金正日に漏れたのよ、漏れた後で、あの北朝鮮の大総領は自分のおじいさん殺したでしょ、今北朝鮮ね、親中派全滅状態ですよ、だから今年の状況で習近平9月パレードで朝鮮大総領を呼ぶかどうかの問題ですよ、この状態でね、ただ習近平続く慰安婦の問題とか南京大虐殺35万以上でね、最近習近平は40万以上なってるでしょ、どんどん50万なるからさ、だから今まで毛沢東とかさ、鄧小平とか江沢民とか胡錦涛まで誰でも言ったことない、うん、ただみんなが、あ、やっぱり小学校5年生やからさ、中学も入ってないし高校も入ってないから、あんた追加大学卒業したじゃないの、このような人言っても皆さん理解したらいいで、子供やから、
うん、今海外の学者はこういうふうに証言して、うん、今習近平一番危ないのが暗殺ですよ、うん、先週アメリカで人民解放軍退役軍人連盟できました、うん、この連盟できたの原因わけは習近平政権許さない、我々たくさんのあのどういうふうに人権問題何も解決しないし、うん、ただあんた反腐敗反腐敗次から次捕まるじゃないの、うん、実は反発派捕まりますよ、うんうん、で共産党派遣きれい人おらんよ、怎么捕まりますか、うんうん、できないでしょ、うんうん、だから退役軍人連盟アメリカでできて、うん、所以先週私主催したの電話で、うん、いやあんたたちの文章今5枚 A4 5枚やから私抜粋で翻訳よろしいですか、版権、うん、は版権何もいらないからメーカーさんど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 ん日本に宣伝してくださいよ我々習近平やらやさん全ての習近平の福祉全部で殺しますよ、うん、共産党のやり方私共産党見てるから返しますと、今現役軍人とあと退役軍人、うん、ネットワーク共産党政権ひっくり返すネットワークを今できました。なるほどね、うん、これから大変ですよ、これから 手を共産党の軍隊でしょ、うんうん、共産党軍隊共産党習近平言うこと一切聞かない、世界的に、ね、今現在手を組むべきいろんな勢力が今習近平の頭見たら分かるでしょ、うん、それやっぱり分析して大変ですよ、台湾だったら、ね、行かなきゃいけないですね、今ものすごく困ってるの、はい、習近平は困りますよ、あの通商事件ってあったでしょ、通商事件、はい、昭和12年の7月29日ですけど、でこれは日本人が受けたもう最大の残虐事件ですね。そうです。それはほとんども口にすることができないほどのひどいことなんですけども、うんうんはい、でもそれは日本人は目をそらしていけないというふうに私は最近つくづく思うようになってるのはね、はい、今現在チベットやウイグルで、はい、あれをやってるわけです。そうですね。ウイグル族は人民解放軍10万人派遣した、うん、だからそういう観点でね、やっぱり日本が過去のそれを目をそらしちゃいけないと、はい、それでしかも日中戦争の中では非常に重要な意味がある出来事ですから、ですからその歴史を語る上でもね、通商事件を書いてるのは実は作る会の教科書だけなんですね。で今年はまあ教科書採択の年ですから、さっきのまあ、大きな物語ね、日本人の大きな物語を取り戻すということで言えばですね、学習指導要領は中学校のね目標、我が国の歴史に対する愛情を深め国民としての自覚を育てると、これが目標なんですよ。で我が国の歴史に対する愛情というのは主観的なものじゃないですか。でそのあえて主観的なものを教育目標にしてるわけですから、でそれで私たち今度授業作りジャパンというね、現場の先生を中心として、まあ、私が代表なんですけども、まあ、そういう授業を作っていこうと。でその時に戦争を教える時にですね、近代の日本の戦争ですね教える時に、まあ、両サイドを見てなんとかっていうような議論もあったんだけども、やっぱり義務教育段階では日本の味方をすると、日本とどこかの国が戦争した時にですね、これはなんかこの客観的中立的に見るんじゃなくて、やっぱり日本の立場からこれを見るということでいろんなこう知識を得るというね、うん、でそういうことがやっぱり、まあ、義務教育段階、つまり中学校までならばそういうことをねやるべきだと。で東京書籍の最後のこの教科書の最後の言葉はですね、これからは地球市民としての自覚が必要だって、こうなってるわけですから、ですから日本の国の歴史の学んでね、最後のメッセージが地球市民って全く実体のない虚偽概念ですからね、でこれで終わってるっていうのはこれは学習指導要領違反なんですよ。だからそういう大きなところをですね、文部省の検定は全く考えずに細かい小さなところで検定をしてるんですけど、そんなものを通してますね。これはね本当に学習指導要領違反だということをね、私はまあ、教科書採択の、ね、中でですね、やっぱり提起していかなきゃいけないなと思って、だから大きな物語としては私はそういうことですね。謀略戦になるとお金に絡む謀略戦が一番分かりやすいじゃないですか、うん、で下村さんが今推進してやってたわけですよね、うん、で下村さんにターゲットを絞って今お金の問題、うん、だそういうのもやっぱり謀略戦の
中に入ってると思いますよ。いやだから一連のこれバタバタってきたでしょ、うん、あれなんかそうですよ、まあ、今の時期にやってるのはなんかどういう意味なんですか、うん、ちょっと解説してほしいんですか。まず、うん、少なくとも安倍政権に対する揺さぶりですね、それからもう一つは支持下げようってことですね。大体、まあ、はっきり言うとリーク、今までの歴史を見るとリークするのは財務省、あるいは国税のあたりからいろんなところをやると、そうすると、そこでバーって第一安倍政権はそれで潰されたとも言えるわけですからね、うん、それです、それからもう一つ言うと次が今度は今予算組やってますよね、はい、予算成立すると多分夏のあたりか秋あたりにもう一回補正をやる可能性あります。かなりやります。やります、ね、そうすると、はい、そこのところで自分たちのあれっていうそういう意思と圧力、いうものと、もう一つはその今言った日本の政策に対するアメリカや中国のいわゆる謀略的な意味での圧力、こういうものも全部含まれてるんじゃないかなと私は思ってるんですね、うんうん、だからちっちゃいことでちょこちょこやってるじゃないですか、本当に100万単位とかね、この間辞めた農林農水大臣も300数十万、規模があまりに小さいですよね。ちっちゃいですよ、昔に比べてもね、気をつけないとね、この後だからどんな大きいものが来る、とにかくね、安倍政権をなんとか長期政権にさせまいと、うんうん、長期政権になりそうだっていうものすごい危機感もあるんだと思うんですよね。全くそうですよ、基本的にはね、普通にいけばもう選挙2つやっちゃってますから、うんうん、来年の参議院選挙まではね、来年は衆参同時選挙になる可能性もあるでしょ、憲法の問題だと思い切ってやると、ね、安倍さんは割とね、そのどういう内容かともかく、その確実に1回自分たちの手で日本国憲法なるものをね変えようというのは持ってるみたいですね。で世論に一番訴えやすいのがお金なんですよ、うん、必ずね組織大きくなるとお金ですよ、うんうん、で作る会も8000ぐらい行った時事務経費のどうたらこうたらでやられたじゃないですか、うん、問題にもならないです。作る会で私の意見は、例えば尖閣諸島ですね、はい、やっぱり中国を入れた方がいいと思います、うん、今中国13附近尖閣諸島日本領土誰でも知らない、うん、共産党嘘を3回目になったら共産正しいと思います。だからさっきの ね、だから中国語版に ね出した方がいいじゃないどんどんね、日本国内100万人中国人おるのよ、彼らは全部騙されているから、ね、ネットで出してね、やっぱり中国語出したらいいですよ、中国語でな書いた方がいい。今ね、ネットをうまく利用すべきですね。そうですね、まあ、という紙でも中国語版も、ね、うん、今予定してますから、ね、まあ、ということで、私中国語版の英語と中国語版って特に在日韓国人より数が多いんだから売れる可能性あるじゃないですか。重さはって買うじゃないですか。さっきのメーカーさん、中国語版もそのできるね、あの例のフランス人がやった売春の話、そう世界中に、言わないとダメやからね、あれはぜひやりましょうよ、ね、うん、やります。今そろそろ総合的出来上がりますよ、はい、ということで、まあ今日もですね、これは本当に根本になりますからね、いわゆる謀略情報戦の、ね、中の最たるものです、ということでまたこれの問題についてはいろいろ教育の問題をかかってきますからやってみたいと思います。はい、ということで今日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。